はい、えー、それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。では始めていきましょう。えー、2022年新全日選果講座全体構造編第1回目、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。えー、これから1年間スタートいたします。えー、本当に1年よろしくお願いします。ありがとうございます。では、えー、まずはじめにいろんなもの、持ち物といろんな話をしたいと思います。 こちら今日、ブレイクスルーテキストというものがあると思いますのでえ、こちらの方なんですが、ちょっとパラパラめくってください。冒頭の方に、目次というのがありますので、そこまで開けてください。目次というのがあります。ありがとうございます。えブレイクスルー全体構造、目次に載ってまして、1編、2編、3編とあります。この全体構造では、こちら第3編、こちらを中心にやっていきます。 もしよければ、ちょっと丸か何かつけてください。第3編、1、七い、あ、一2、7、8、1章、2章、7章、8章、1章、2章、7章、8章をやっていきます。こちら全部で11科目あるんですが、11科目を扱うというわけではありません。というのも、実はこの全体構造を割ると、次に行うのが、民法って科目なんです。 で、この民法がこの試験の一番重要な科目なんですよ。もう心臓の科目と言ってもいいぐらいすごく重要なのが第一章の民法なんです。で、全体構造があると次は民法になるんですが、この民法の基礎をしっかり説明したい。民法の基礎をしっかり説明したい。プラス、実は民法だけでは民法を理解ができないんです。 2章7章8章と言いましたよねこの2章7章8章の知識がないと民法の理解ができないんですよそのため民法の理解を助ける他の科目の基礎をやっていくとそんな感じだと思ってくださいで具体的に使う教材としては皆さん今日お持ちになっている「ブレイクスルーの全体構造テキスト」こちらをまず使います あともう一個なんですが、次回から条文を開いていきます。条文を使っていきますので、6法、こちらの方が必要になってきます。ちょっとこちら、全体構造テキスト25ページをちょっと開けてもらえましょうか。全体構造テキスト25ページ。こちらの方に真ん中あたりに、なんかでかい表がないでしょうかね。 六法の種類と書いてありまして、ここに載っているのが受験生が主に使っている六法なんです。まあ、六法といったのが全部が載っているように見えるんですが、実はそういうわけでもないんですよ。あの、例えば一番上のね、あ、上から2段目でしょうか、ポケット六法というやつにしますと、えー、出版社名、有戯格さん。で、横に不動産等規則、商業等規則、教託規則とあって、これがバスとなってます。で、これね、司法書士しか使わないルールなんですよ。 司法書士しか使わない法律なので実は一般的な六法にはないんですよ、はい、司法書士しかまず使わない法律ですで横にもう一個判例とありますがこれが最高裁判所の見解 最高裁判所の見解が、この判例と思ってください。最高裁判所の見解、これが判例と思ってください。で一番右が登記選例とありますが、これはね、まあ法務省、法務省の見解だと。 思ってください。あ、どんどんもうテキストの方にね、どんどん汚しちゃってください。もうテキストはきれいに使うもんじゃありません。もうどんどんテキストの方にね、あの、どんどん書き込んじゃった方がいいです。ありがとうございます。で、このようにね、あの、司法趣旨専門法律、裁判所の見解、そして法務省の見解というふうに載っていて、これが全部載っているものもあれば、 全く乗ってないものもあるんです。例えばこの丸二番ってない全くないんですよね。一方、何番だ一番下の七番なんかはほぼ全部乗ってますよね。このように乗っているものもあれば乗ってないものもあるんです。じゃあ、どれがいいのかと、と言いますと、あの結論から言うと、どれでもいいです。結論から言えばどれでもいいです。あのー、一番は自分の目で見てね。 見やすいかどうか見やすいかどうかだと思うんです例えばこの2番なんか選ぶと載ってないものがあるじゃないかと、うん、どうすんだって言ったら大体引かないんですよこの2番に載ってないあのバツって続いてあるあの不動産等規則商業等規則教達規則っていうのはねまず受験生でもまず開きませんあの受かってからじゃないと引かないんですよこれえっと判例どうすんだっていうとテキスト載ってます で陶器洗礼も同じです。でね、まあ、そうは言っても、やっぱり、うん、全部乗ってる方がいいんじゃないかって言ってね、7番とか選べたくない気持ちは分かるんですよ。別に止めはしませんよ。止めはしませんけどね、あの7番、ちょっとお見せしますから、見て,てください、こちら。これです、7番。値段がね、当時、5600円。で、これ買うじゃないですか。買ってね、使うのが20分の1ぐらい。 で、しかも、あのね、20分の1だから、あのね、先にね、たまに体力がつきます。結構腕力つきます。これもうずっと待ってると。え、ちなみにね、2番のポケットロッポ本。それがね、これぐらい。これぐらい。え、ちなみにこれ買っても使うのが10分の1ぐらい。えっと、これがだいたいね、2000円。だいたい2000円。実はね、これ、条文を引くって言ってるんですけど、この条文を引くの主なのは、次の民法ぐらいなんです。 それ以降の科目って実はあんまり受験生活で引かないんですよ。なので、例えばこれ人によってはね、このすっごい薄いのを買ってしまって、民法だけ切り取って持ってくるという人もいらっしゃるんです。もうそれはそれでありかなと思うんです。で、また、ちょっと最近なんですけど、受験生がスマホを使うんです。というのがちょっとこれ今画面の方に出しますね。 これ今民法って私検索したんですよ。そうすると一番目に民法 e-gov 法令検索って出てくるんです。これね、あの国がやってるやつです。国がやってるやつなんで最新情報出てきます。で、これをクリックすると、こう出てきてね、これ結構条文の作品っぽくなってるんですよね。なんでここでピッて押せばそこ行ってくれるんですよ。なので、もうこれスマホでもいいのかなと思ってるんです。 もちろんね、あの、形から入るってのはもちろん一つの手かもしれませんが、一回こういったものでやってみる。で、やっぱり電子的なものより紙の方がいいやと。っていうのなら紙でやってみると。でも全然いいと思うんです。もちろんこの場合っていうのは、あの、電気、あの、ま、ずっとスマホ、つけっぱなし、まあ、3時間つけっぱなしになるとは思いませんけど、まあ、ちょっとつけっぱなしになっちゃうので電気とか、電、あの、電車が怖くなってしまうというリスクはもちろんあると思います。ってことなので、本当にもう、本当に好きなものを選んでください。 で、好きなものを選んでくれと言っても、それでも毎年ね、どれがいいって言われるんです。なので、やっぱり安いもの、あの、丸二番なんかがやっぱり一番安いので、まあ、このあたりを狙ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、例えば丸二番とかだとね、ちょっとやっぱ字がちっちゃいって手間です。なんで、これ、去年かな、いたのが、あの、実際の6本のところの、あの、ネット上のやつを、あの、自分の見やすい大きさに大きく拡大しちゃって、で、それで印刷かけて持ってきてると。 いう方もいらっしゃいます。本当にいろんな方法がありますので、ま,あ、まずこう別に六法をなんかね、これに変わらないとダメだということは特にありません。で、最後に、じゃあ絶対最後まで六法いらないかっていうと、これね、最後の最後、テキストメインで勉強する方と、六法を結構ね、ひく使う人って分かれてくるんですで、これは申し訳ない。ど、どういう人がどうなるかって分かんないんです私には。 でね、この六法を中心に勉強していくってなったときに、いいやつ買いましょうよ。あ、自分六法に向いてるなって思ったら、いいやつ買って、で、その時に、ね、一番下のね、一番全部載ってるやつとか、そういうのを使っていけばいいんじゃないかな、と個人的には思います。 ということで、えっと、次回から、えー、ブレイクスルーテキストと、条文が弾けるものを何か一つ用意してください。条文が弾けるものを一つ何か用意してください。六法でもよし、何でもいいです。一つ用意しておいてください。で、しばらくは民法というものしか使いませんので、民法だけわかるようになっておけば OK です。 はい。で、これが持ち物のお話になります。次に講義の進行についてです。えー、講義の進行ですが、えー、こちらの方が、えっ、ー、と、3時間講義という設定になってますが、えっ、ー、と、85分、10分休憩、85分。85、10分休憩、85分。えー、生クラスであれば、今、えっ、ー、と、2時からスタートしますので、だいたい3時25分で1回休憩。で、10分休憩が入って、また、えっ、ー、と、5時までという形になります。 ただあの、ぴったし25分で終わるというよりも、伸びることも多少あります。その点、ご了承ください。でまた、ただね、伸びるとしても、終わりが5時10分以降になることは絶対ありません。で5時10分になっちゃうと、DVD が超えてしまって、あの収録時間が超えてしまって、私が再収録になってしまいます。なので、それは絶対やりませんので、ちょっと伸びたとしても、もし,し5時10分までいってしまうこと、その点、ご了承ください。では、中身に行く前に、あともう1個だけ、お願いいたします。 ちょっと生クラスの方は特に画面の方を見ててやってください。えっと、お願い事が3つほどあります。えっと、これ講義中、ちょっと食事の方はちょっと周りの方の迷惑になりますので、やめてください。ただ、あの、食事、匂いがすると迷惑になりますので、いわゆる水とかコーヒーとかお茶を飲むとか、いうことはぜひやってください。そっちの方が集中力が戻り、えっと、高まりますのでえ。次に携帯電話の使用ですが、通話だけは勘弁してください。 ただあの、やっぱり人によっては家から連絡が来るとか、そういったことって絶対あると思いますので、電源をつけっぱなしにしておいて、特に確認するということ、それはもう全然止めません。ですので、もうそれはあのご自身の環境に置かれあのものに、ね、応じて、ぜひ使ってください。また、講義中の質問はちょっと勘弁してください。こちらの講義の方収録をしております。なので、あの収録しているので、実は私からの昔やったことがあるんですよ。そしたらあの、自分の回答はわかるんだけど、質問者の質問がわからないと。 あの、マイクを拾ってくんないんで。<laughs> いうことがあったので、ちょっとうまくいかないので、ちょっと講義中の質問はえ勘弁してください。よいしょ。では、中身に入っていくんですが、こちらテキストの方、15ページの方、こちらからが本題になります。15ページからが本題になります。で、ちょっとそこまでは前振りだと思って、肩の力を抜いて聞いてください。15ページまでは、えー、これ肩の力を抜いて聞いてください。じゃあ、まずは3ページお願いします。 えー、司法書士の業務内容。司法書士、皆さんが目指すもの、一体どういう仕事をしているのかと。それをざっくり説明していこうと思います。えー、第一節。登記業務と、と書いてまして、はじめ一行。不動産あるところに登記ありと載ってます。このお仕事、不動産の名義変更です。不動産の名義変更の仕事。 そう思ってくださいその名義変更ってじゃあそんな簡単にできるかっていうと残念ながらかなり面倒くさいですでしかもこれね1文字でも間違えるとダメって言われちゃうんです一文字ででも違ううとダメって言われちゃうんです例えば何丁目何番何号って書くときに漢字で書くか3要数字で書くかあれ間違えるとダメです それだけじゃありません。一人で買ったか、二人で買ったかでも全然書き方違っちゃうんです。ってことで、これ結構大変なものなんですね。で、しかもやらないとかなりでかいデメリットが起こり得るんです。そのでかいデメリットについては4回目で説明します。やるのが大変。やらないとデメリットがあると。 これがこの不動産、の、投機、この投機業務と思ってください,い。ちなみにあの、名義変更ってどういう時にやるのかと。あの、売ったり買ったりしたとけと。売ったり買ったり。あとね、死んだ場合もそうなんですよ。じゃちょっと聞きたいんですけど、不動産のうち売ったり買ったりって、どこで行われます いや、これもちろん、あの、都心でも田舎でももちろんありますよね。でも、都心の方がまあ頻繁に起きると思うんですよ。じゃあ、あの、相続はえ、都心の方が死にやすいいや、地方でも死にやすいよね。死やすい。<laughs> 地方だから死ないっておかしいじゃないですか。つまり、日本全国で名義変更って起きるんです。だから、実は、 日本全国で仕事があるんです。ちょっとお見せしたい数字があります。ちょっと画面の方をまた見てもらっていいでしょうか。い全国千、あ、時間じゃな全国千七百五十六市区町村における弁護士と司法書士の所在状況と書いてあります。 実は弁護士がいる市区町村は全体の33.4%。どうしても弁護士さんのお仕事って紛争、人と人とのトラブル。これがどうしてもメインになるんですよ。ってなるとやっぱり都市部に集中しがちになります。一方、司法書士は77.3。ちょっと前までね、62、3%だったんですよ。本当にどん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 広がってるんです。 で合格をすると、まず研修であの、書士がいない地域に行きませんかっていうようなことを聞かれるんですね。で、仕事あるんですかっていうと、いや、いっぱいあるんだよと、司法書士の業務もある,あるんですが、もうそれ以上に、今まで法律家はいなかったので、そこに来るってことによって、いろんな相談とかやってくると。だから、行きませんかっていうことがよく言われるぐらいなんですね。はい ということで、この不動産の業務、これが基本のまあ一番大きな仕事だと思ってください。そして、日本全国に需要があるものだと思ってください。よいしょ。ページはそれぐらいにしましょうか。ちょっと待ちましょうかね。じゃあ、続いては4ページの方を開けてもらっていいでしょうか。 4ページ、訴訟業務と載っています。はじめ3行を読んでいきます。え、簡易裁判所の訴訟代理権によって新たに職域が広がった分野です。平成15年4月より司法書士も簡易裁判所の民事権においては弁護士同様、法廷に立つことが可能となりましたと。こちら、もう載ってる通りですが、昔は弁護士だけ、今は司法書士も同じような弁護活動ができます。 ただ、二点ほど注意してほしいんですが、一点目が二行目の真ん中後ろあたり。民事事件、民事事件って書いてる点です。いわゆる刑事は対象外です。刑事は対象外です。犯罪関係じゃないってこと。で、もう一個が、簡易裁判所って書いてあるところです。 もしよかったら数字入れといてください。140万。140万。140万まで扱う、扱えるとこなんです。だからある意味、限度が140万までと思ってください。 あの多分テレビかなんかのニュースかなんかで過払い請求とか、ちょっと、まあ、さ最近下火になりましたけど、過払い請求とかっていうのを見たことがあると思うんですが、実はそれもこれなんですね、この絡みなんですよ。で、その過払いっていうのは、あれば消費者金融とかであれば、大体この140万を超えるような借り入れする人って、まずいないと思うんです、一社あたりで。で、また一つ、数字を見せたいと思います。 簡易裁判所における原告が訴訟代理人の内訳。被告に訴訟、代理人がいない場合。え、こちらですが、関西で誰か代理立てる場合って、書士と弁護士どうして立ててるのと。って言ってみると、半々、じゃや、弱半々ぐらい。ぐらいになってるんですね。別に弁護士の方が強いとか書士の方が弱いというわけ、わけじゃありません。これ同じぐらい程度になってるんですね。 はい。で、まあ、これは私の知り合いからの話で申し訳ないんですが、弁護士さんの場合っていうのは、本当に訴訟の依頼でやってくるってことが多いそうです。一方、書士の場合のこの依頼っていうのはほとんどが、今までお付き合いになる社長さん、不動産のお仕事かなんかでお付き合いになる社長さんが何か困ってるって話を聞いてみたら、あ、これ訴訟した方がいいんじゃないと。っていう話で、今までのお仕事の中から訴訟につながっていくというのが多いというふうに聞いています。 で、今こちら出す円グラフに出したものは、多分皆さん、多分お手に取ったかもしれませんが、こちらのパンフレット。このパンフレットの方に載っております。このパンフレットの方で言うと、ページで言うとね、16ページや17ページの方に載っておりますので、もしちょっと数字に興味があったら見てやってください。はい。じゃあ今度は次のね、右の5ページの方を見ていきます。 青年貢献業務と、ちょっと産業を読んでいきますと、青年貢献業務は平成12年4月にスタートしたもので、認知症や知的障害、さらには精神障害の理由で、財産管理や契約締結が難しい人を保護し、支援、サポートする制度です。これ2行目のところに、財産管理って字が載ってますね。そっちをぜひ意識してください。財産管理。介護ではありません。介護ではありません。 まあ、ちょっと聞き流してやってください、本当に昔の話、え何年の話か、ちょっと私も忘れましたが、とあるご夫婦、老年のご夫婦の方が一軒家を持ってました、えー、そこに悪徳の業者が来たんですね、おじいさん、おじいさん、何ですかと、家を点検してあげますよ、一応大丈夫ですよ、いいから見てあげますからとあ、じゃあお願いします、土台見たんですよね、何もないんですよ、問題なかったんです、でそこでどうしたかというと、その業者、柱を切るんです。 おじいさんこれ腐ってますよえすみません天井もお願いしていいですかと天井を見えてくるんです何人もいないんですそこでね用意していたこう中にコップにこう入れたものを見せるんですおじいさんこれなんですかと白ワイそうなんですいらっしゃるんですよとお願いできますか分かりましたと後々分かったんですがこのおじいさんちょっと軽い認知症が入っていたんです 結果、確か300万ぐらいのリフォーム契約を結ばれるやつ。払えずに、ご夫婦自殺してしまったんです。このニュースを境に、誰かが壁になるべきじゃないかと。言ってしまえば、こういった財産はあるけど、ちょっと認知症が入ってる方、言い方悪いんですが、格好のかもなんですよ。 この人たちの財産の壁になる人が必要なはずだと。いうところで始まったのが、この青年貢献という制度です。もしそのおじいさんたちが、このね、制度を使っていたら、その通りその制度があった場合ね、仮におじいさんが契約を結んだとします。そしたら、この仕事をやっている司法書士が、この業者に対し、この契約はキャンセルします。 何か問題があったというわけではないんですが、金額がでかいので、キャンセルします。また、今後もし契約したければ、私の方に直接来てくださいと。こういうことを言うことによって、財産を守るお仕事をするんです。これが、青年貢献業務というもので、こちらに関しては、ほぼ独占です。司法書士。 あと、あと一定の資格者の独占になっています。まあ、最後二行のところにも同じことが載っています。司法書士は判断能力が不十分なものに対し、その財産を守ることをはじめとしたさまざまな業務を行っていますと。で、実は、この業績が認められて、今ここね、判断能力が不十分な方って書いてあるじゃないですか。 そうじゃない方一般の財産管理権も今認められています。と、はい、いうことなのでこれが今言った3つ名義変更の仕事。 訴訟の仕事、財産管理の仕事。名義変更、訴訟、財産管理の仕事と。この三つが大きな柱と思ってくださいえ。ちなみにほとんどどの先生でも、第一節の名義変更の仕事はまず、どの先生もやってます。第一節の仕事をしてない人を探す方がすごく大変なぐらい。まず第一節をやってない人はいないというぐらいだと思ってください。もう、一節だけっていう人も多いです。 登記だけっていう人がむしろ多いかもしれません。で、当期と青年貢献両方やってるという人もけ、まあそこそこいます。で、訴訟はやってはいるけど、メインに置いてるって人はそん私は知る限り多くないです。訴訟をメインに置いてるって人はそんなに多くはいません。ただ、これから変わると思います。というのが、私勉強してるときね、一番初めておしまいだったときは、 使用書士の業務は名言公です。はい。じゃあ次行きましょうと。で、終わりなんですよ。またページめくってください。6ページの方。本当に軽めで結構ですよ。その他と書いてあって、実はどん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 広がってるんです。お仕事の範囲が。そちらに遺言、カッコに企業ホーム、カッコさん障害業務と。 本当に広がってきているのが司法書士の仕事だと思っています。ってことで、こんだけ仕事が広がってくるので、法務省の要求も高いんです。それが次の7ページの司法書士試験になります。で、こちらですが、文書がいろいろありますけど、まずちょっと、 1> 第一節の中の青文字だけ読んでくれますじゃあその上でちょっとで全部ね、全部で、ね、6行かな、7行かなちょっと読んでもらっていいでしょうか ?7 行です。 で、これは他の試験にない特徴で、実は、仕事内容を試験で出すんです。仕事内容を試験で出す。これ、他の資格試験じゃまずないです。あの、弁護士さんが若干やるんだけど、例えば、税理士さん、四国で税務申告っていうのは試験内容じゃないですね。行政書士さんも、そのお仕事内容は試験と関係ありません。なので、これね、実は他の資格試験って、 受かったら、次は仕事の勉強をすることなんです。でもこの試験っていうのはむしろそうじゃなくて、実はこれ、受かったらすぐ登録できるんですよ。受かったらすぐ書士って名乗れるんです。まあもちろん、あの、一定の期間はいるんですけど。受かったら仕事ができるので、仕事できる人を受からせるんです。 というこ,とでこの下の下下2行が、ね、よく言ってるなと思います、下から2行目なんですが、勉強は仕事を覚えるということ、仕事を覚えるということこの認識を持ってほしいんです、まあ、だからなんですけどね、ね他の資格と違って、この資格、受かってすぐ独立開業する人が多いんです。 あのね、即読ってよく言います。業界用語なんですけど。即独立と書いて即読。というのが、やっぱり、あの、資格、仕事内容はもう勉強でやってると。で、なおかつ、ちょっと分かんなければ、グーグルがいる。で、あと、同期のツテがいる。いうことで、すぐ独立してしまうっていう人が、私の、この肌感覚で言うとね、受かった方の1割ちょっとぐらいは、すぐ独立しちゃってます。で、これはもう年齢問いません。 あのー、最近の方で言うとね、31かな。でうか、すぐ独立したって方もいますし、もう年配の方にもすぐ独立したって方もいますし、本当にこれはわかりません。じゃあ、どんな試験なのかを見てみましょうか。8ページ、9ページとありまして、先に9ページのでかい図を見てください。 え、こちらの方、司法書試験のスケジュールというふうに載っていると思うんです。ちょっと中身に行く前に画面の方を使わせてください。えっと、まずちょっと先ほども少し出した、出したんですが、この画面がある意味黒板と思ってください。この部屋に黒板ってありません。具体的に言うとこれ、こう、このペン、こう、ここに書いて、ここに出てるものが皆さん画面に出てくるんですよ。 なんで、あの、こちらの画面に出てくるものが黒板だと思ってください。そんな感覚で、ぜひ使ってみてください。ちょっともしよろしければ、文章を短めにします。あの、こちらの方の図表の横でも結構です。書いていただくと助かります。形式2回、実質1回の一発勝負と。 実は試験は2回あるんです。えっと、カレンダーのところですが、7月のところのね、一番左側に、筆記試験って書いてますよね。ちょっと丸かなんかつけましょうか。筆記試験とかね。これが1回目の試験です。筆記試験。で、これをパスすると、次がね、下段、9月下旬から10月ってところに載っている横側、講述試験。 口実試験ってあります。ちょっとこちらの方にもぜひ丸かなんか入れてください。これは2個目です。これ、2回チャンスがある。2回チャンスがあるではありません。2回関門があるってことなんです。筆記試験をパスして、口実試験をパスすると、最終合格と。2回のね、えー、関門があると思ってください。ただ、 実質は筆記試験で終わりです。実質は筆記試験で終わりです。あの口述試験と言ったと思うんですが、これってまあ面接みたいなもんなんですよ。面接みたいなもんであの試験官2対受験生1でやるんですね。試験官2が2人の方が言うわけです。ああ所有権、転動権に必要な書類は何ですか。と あ、はい。あのー、原因証明書、識別と印鑑と住民票と代理権限証書です。うん、そうですね。え、では、印鑑はいつ作ったものにしてありますかいつでもいいじゃないですか二ヶ月三はい、そうですね。じゃあなんで三ヶ月じゃないといけないんでしょうそうなってっから。 うん、あの、古い印鑑だとどうだろうね。<laughs> ああ、印鑑変わってる感じあります。ああります、あります。あの、私今、試験官二人って言いましたよね。私の時、この一人どうしたかというと、寝てました。完全爆睡です。もうどうもね、これ、この口実の方は、あのね、筆記試験を受けた人が替え玉じゃないかと。 そこのチェックぐらいなんですよ。で、ただね、これ落ちる方法は一個だけあるんです。休むんです。あのー、当日、どうしてもね、病気になってしまったとか、あの、行けなくなってしまったという方は、これ落ちるんですよ。ただね、この当日だけ落ちた場合っていうのは、翌年は筆記試験免除なんですよ。翌年、当日からでいいんですよ。 なので、もうこう、こういう見てみると、もう、口実の方はもう全くもって、元から対策が立てなくていいと。試験勉強の対策は、7月の筆記試験だと思ってください。じゃあちょっとここだけ細かくやらせてください。上から全部をかけますね。飛ばしてるところがありましたんで、一番上からいきますよ。 えっと、4月から5月、えー、願書配布、出願とあります。だいたいゴールデンウィークの前後です。ゴールデンウィークの後ぐらいです。受験資格、年齢、性別、学歴等、関係なく、誰でも受験ができます。学歴全く不問です。えー、大学卒、高卒、全く問いません。で、出願期間、5月中旬からだいたい下旬になっています。 で7月筆記試験とありますがここは日曜日になります第1日曜日第1日曜日になります7月1日でもやったことがありますので第1で結構ですただあの令和2年だけはこのコロナの関係で試験がじ1回だけ延期になりました9月の27日というふうに後ろに延期9月の末というふうに延期されました ただ今のところ、法務省の方に問い合わせをかけてたところ、え、こちら、来年以降は普通に、毎年と例年通りに戻すと、と言ってますので、皆さんは7月第1日曜日だというふうにもう覚悟しておいてください。で、その横縦に2列並んでます。2列とも一番上の1行目だけ見ていきますと、午前の部9時半から11時半、午後の部13時、1時から16時、午前2時間です。 午後3時間ですえ。ちなみにあの午前2時間終わってね、午後3時間、あの、これ誰でも受けられます。あの、午前2時間うう受けて帰あの落、落ち着いたら、ああ君ダメだから帰りなさいとかいうことはありません。これみんな、え午前2時間午後3時間受けられます。で、午前2時間のところ、ちょっと細かく見ます。試験形式、卓一式マークシートと書いてます。 択一、五択ってこと。五択。二択って言うじゃないですか。どっちかと。こっちかこっちかと。五択って言ったら 1, 2, 3, 4, 5、一、二、三、四、五。五個から一つ選びなさいと。五択の試験です。で、その下。科目問題数。憲法、民法、商法、刑法。合計35問。105, 問105点満点。ちょっと数字いびつですね。三点なんですよ。一問三点。 35×3 をすると、105という数字になります。はい。一方、右の方ですが、もう一個、えっ、ー、と、こ度は5の方です。試験形式、確認追試マークシートと、と載ってまして、 で、こちらの方、試験形式、択一式。いろんな名前が載っていて。こちらの方、合計35問、105点満点になってます。ちょっとここで意識をしてほしいことがあります。この試験、後で言うんですが、全部で配点が280点満点です。280点満点です。で、その280点中、210点が択一なんです。うん、何だから何と。 つまり、あの、今日からで勉強の方法、書く、うちに書いてね、言葉を書く勉強、しなくていいです。今日新しい用語いっぱい出てきますけど、漢字の練習しなきゃいけないってことはありません。書かない、選ぶだけですから。また、あのね、選ぶだけでいいんで、言葉の定義ってことを一言一句覚える必要はありません。たまに言わないってやっちゃう人がいるんで言っとくと、あの、用語辞典とか変われる方がいるんですよ。 法律用語辞典って変わりる方がいいんですけど、全くもって使いません。使え、使わないっていうか使えないっていうか、あの、全くもって使わないので、その定義を一個一個追っかけるってことも全くいりません。選べばいい試験です。はい。 そしてなんですが、午後の部の方にはもう一個ありまして、記述式っていうのがあります。記述式。で、ちょっともしよければ入れてください。これは論文試験ではないってこと。論文ではないってことなんです。論文ではなくて、これ何かっていうとね、 実際のお仕事の書類を作る実際の実務の書類を作る試験なんですすぐお見せしますけどねもう言ってしまえばお仕事できますか試験お仕事できますか試験なんですちょっとじゃあもの見ようかえっと94ページ 94とちょっとページ振っといてあとで見直せるように94と94下の方ね下の方、あのー、司法書士の仕事のメインが名義の変更なんですでこの名義の変更って役所に書類を出して行うんですよ今94ページ見てますからね でね、これほぼ白紙状態からこれ書いてみてって言われるんです白紙状態からあなた仕事の書類作れますかと書いてみてくださいとメイン業務が仕事メイン業務のある名義変更これがこの名義変更の書類を作ることを試験にしてるんですだから受かった後にすぐにお仕事ができるんですよ ありがとうございます。じゃあ、ページの方は、九ページの方、なんかね、また戻っていきましょうか。はい。これは、記述式。記述式というもので、不動産登記法書式、商業登記法書式、各1問ずつ、全部で70点満点、70点満点、1問35点の配点です。35点。結構でかいです。 で、ここまでが7月の試験のメインとなります。あとはもうちょっと軽めにしましょうか。えー、9月、10月、筆記試験合格発表。で、口述試験。ってのがあその後一番下、10月下旬から11月上旬。合格者は官報によって公布されるほか、筆記試験の官官法務局、地方法務局に掲載されます。また、法務省ホームページにも掲載されます。とっていうことでね、まあ、いろんなところに載るんですが、皆さん官報ってのは見たことがあるでしょうか普通はないです。 えっと、国が出す新聞であるんです。国が出す新聞で、こういう法律ができましたとかね、そういうのを載せるものが国が出す新聞なんですよ。まあ、これね、受かったら自分の名前がそれに載るんです。本当に名誉のことですよ。もう、ここうにう名前が載るなんてことはね、試験に受かるか、破産する。普通ないんですね。普通ないので、もうだからね、普通受かったら、私もそうなんですけどね、三部買います。あの、一部は自分で見るよう、一部は人に回すよう、で、一部は保管用。 で、見事に一部しか今残ってません。また、ホームページも見れます。これは、今昔はね、現場に行かなくちゃわかんなかったのが、今はもうホームページで、あの、わかるようになっています。もうこれは本当に楽だなと思います。筆記試験の部分、もうちょっと細かく見させてください。左側のページに、またでかい図があると思います。ちょっとそこを見る前に、一旦だけ画面の方を使わせてください。はい。すいません。 ありがとうございます。試験は、午前択一、午後択一、午後期日式。1、2、3。この3つの分野に大体分かれるんです。午前択一、午後択一、期日式。で、これを、えい。ちょっと角度を変えて、横、縦横を変えて書いてる。午前択一、午後択一、午後期日と。こんな形式になっていると思ってください。よいしょ。 じゃあちょっと見ますとね。午前択一。科目が3つあって、全部で35問となっているんですが、ちょっと問題数ばらつきがないでしょうか。実はこれ、仕事との絡みなんです。仕事で多く使うものは多く出します。仕事で多く使うものは多く出します。 民法を使わない日はまずないんです。<laughs> 憲法を使う日、使う日なんてまずない。いや、そういうこと言しちゃいけない。そういうことでしちゃいけない。<laughs> やっぱり本当に仕事、できるか試験なので、仕事に絡むところを多く出すんですよ。ってことで、ちょっと申し訳ありません。えー、少し長い文章になりますが、お付き合いください。えい。 司法書試験、学習の肝、私は3つあると思っていますえ。こちら、どうか余白でも構いません。もしよろしければ入れておいてください。一個一個説明しますので。 ありがとうございますそそろそろかなまず一つ目がメリハリハがいるんですあの見てください問題数で考えると民法とにかける時間と同じだけ憲法に時間かけちゃ絶対いけないんですよね思いっきり時間かけていいとこともう本当に出るポイントだけでやってしまってあとも流すというようにメリハリを思いっきりかける必要があるんです じゃあねちょっと探してくれるこのねいろいろ載ってるじゃないですか載ってる中で「配点が高い法律」を4つ選んでみてちょっと意地悪いまあけど答えは結論かんないか配点が高いと言った,で言ったんですよ。 あのね、その4つというのは、正解でいくと、午前の択一2段目の民法、4段目の商法会社法、下段の方に行って、択一、こちらの方の、えっ、ー、と、下が、下2段、不動産投票16問、商業投票8問、というものになります。これが俗に言う、主要科目と呼ばれるものです。 で、結構初めの方で散々言ったんですが、心臓の科目が民法だと言いましたよね。その民法が一番多い二0問になっているのに気づくでしょうか。で、この講義にも自体も、実はその四つ。今この画面の方を出しているんですが、全体構造の後は、 民法、不動産登記、会社、商業登記というふうに、まずよく出るもの4つ。これをざ初めにやっていきます。で、その後に、配点が低い科目の方をやっていくと。いう形になっていきます。ちなみに、一番配点が高いのは民法であるっていうのは誤りなんです。一番配点高いのは民法じゃないんです。 廃墟って言ったよね。モンス数とは言ってないでしょ。記述がありませんか。記述まで含めると、実は不動産登記法が一番廃墟が高いんです。この不動産登記というのが先ほど言った名義変更の仕事。 まず、司法書士あれば、どんな方でもやっているという業務なんですね。では、それぐらいにしてページ、ページを一旦めくってやってください。えっ、ー、と、10ページの方かな。 次、第3節、合否判定って書いてます。こちらの方ですが、一番上、合否図表があります。合否判定、択一式午前の部、択一式午後の部、基準点クリアって書いてます。この基準点というのは、足切り点です。足切り点。ちょっと数字を少し入れちゃうとね。 ある年の足切り点が75点、72点だったんですよ、75点、72点、一応3で割ってみる見れます ?3 で割ると,、えっと、1問3点だからね1問3点だから、25、24、25、24、35問だからね、この試験、35問。 35問中2524だったんですでこれが合格点じゃなくて足切り点なんです他がどんなに良くてもねこの子に数字にいかないと不合格決定なんですあの先ほどのメモの丸二を見てくれない ?1 個戻ってもらって先ほどのメモ 苦手は作れません苦手を作ってしまうと足切りに引っかかってしまうんです足切り点というのがあるため苦手分野というのを作ってはいけないんです あのもし他の試験勉強やった方はこういうのがあったかもしれません、捨て科目というのが試験によってはあるんですが、この試験では捨て科目はありません、捨てていい科目はありません、勉強しなくていいよと、もうこれはねもう運任せでいいんだよと、そんな、ね、科目はこの試験にありませんでちなみにね。 この2つをクリアすると、今度、均一式の採点を受けられて、この均一式、基準点がまた別に設定されていて、32点と。そしてなんですが、一番下。 205.5多分数に強い人はあれなんか変だって気づくはずなんですあのこの足切り点3つ足しても179点なんです 足切り点3つ足しても179点なんです。実は、足切りに全部クリアした上で飛ばしたバー見てください。そっから上位600人を取るんです。足切りに全部超えた上で競争なんですよ。つまり、これが最後皆さんに書いてもらった丸三なんです。 苦手は作っちゃいけない。でも、どこかで稼がないといけないんです。具体的にもうちょっと言うね。もうちょっと言うと、この年は26.5点を稼がなきゃいけなかったんです。26.5点を稼がなくちゃいけないんです。苦手は作っちゃいけない。 でも、どこかで26.5を稼がなきゃいけないと。 そういう試験だと思ってください。しょ。ちょっとこの数字またもう一回使うんですが、ちょっと先に右のページに触れてからもう一回行きましょう。右のページにまたでかい表があります。これが、出願者、受験者、合格者の比較というところです。こちら、年度ごとに出願者どれぐらい出して、受験者何人受けて、そしてどれぐらい合格したかと。で、合格率の方も載っています。 で、これが平成31年までの数字を載っています。で、もしよろしければねえ、こちら、令和2年、この前行われた試験の数字を入れますので、もしよろしければお付き合いください。令和2年の場合については、14,431。そして 11,、11,494。 1443111494そして5935931143111494593よろしいでしょうか1143111494593で合格率が4.105.15こんな数字になってます あの、出願者を分母、受験者を分母、意味わかるでしょうかえっと、1万4000で、1四4431で593の比率を出したものと、あとは、1万1494人で593を出した分母で、えー、もので、ちょっと率が若干違うってことなんですね。よいしょ。ってことで、まあ、これ数字見てもらうとね、あの、わかることがあって、明らかに合格率が上がってるんですよ。 明らかに上がっているんです。で、これ何に起因しているかっていうと、一番は受験者です。受験人数です。見てください。あの、10年前と。10年前と比べて、やっぱりすごい減ってるんですよ。でも、毎年一定の人数がやめちゃうんです。引退とかいろんな理由で。ってなると、やっぱり、ある程度の新人の数は確保しないといけないんですね。あの、ここ最近の合格者の数字見てくれません なんかとか600人台ぐらいで、なんとか600付近をね、なんとか取ってやろうというような感じで合格率が上がっていってるんです。ということで、ね、2つの視点で言わせてくださいあの、ね。受験の人数が減ってるっていうね、これから多分ニュースは何とか色ろ聞くと思うんですで。それはね、皆さんにとってみるは実は朗報だってことなんです。 受験の人数が減る。でもある程度語学者が必要になる。ってなれば、合格率は上がるしかないんですよ。で、実際上がってるじゃないですか。数字が。明らかに上がってるんですよ。実はこれね、20年、20年より前はね、カくなに2.8%回ったんですよ。何があってもね、この数字は回、動かさないぞと。何があっても動かさないぞと。ってしていたのが、もう思いっきり動いちゃ、動いちゃってるんですね。 またもう少し角度変えて言うね。よいしょ。実を言うと、このね、記述式の採点は2000人なんです、受けるのが。何言ってるのと。あの、この記述式、あ、ごめんなさい、前のページ見てからね。この記述式っていうのは、記述式っていうのは、 これ実際,のあの本、えっと、実際の仕事の書類を作るってあるじゃないですか採点するのが司法書士なんですあもう一回ねあのマークシートっていうのは一人一人目でこうやってるわけじゃなくてあ機械ねでも均一式は現役の先生が採点するんですよっていうのはやっぱり人数を絞るんですで人数を絞るんだけどやっぱね何事も予算ってものがあります 人数が入ってもね、やっぱね、予算これ確保してるっぽいんですよ。2000人の予算。だからね、ずっと2000人なんですほとんど。ちょっと頭の体操で聞いていいえー、っとね。2万7000人から2000人を絞るのと、1万6、1万4000から2000人絞るっていうのはどっちがハードルが厳しくなるこれ明らかに2万7000の時の方が厳しいよね。 とどめですここ。基準点という数字、書いてもらったじゃないですか。ここなんですが、実は、昔、昔は偏差値で63要求していたんです。偏差値で。で、今、偏差値ではここ、57を要求してるんです。だいたい57。昔、偏差値で62、3ないと突破できなかったのが、今は57%パー。 57偏差値で57で通るんですよなんでこれ受験の人数が減っているってことこれ自体は皆さんにとっては実はいいお話なんですねでは最後になりますが、まあ、そうは言っても合格率は4.1とか5.15と まあ低めの数字になっています一応聞きたいんですが司法試験の合格率って大体25.9なんですよ司法試験ね初士試,試験って 5. 点いくつじゃないですかよって初士試,試験の方が難しい,いなんかおかしいよねこれなんでこういう数字になると思います受ける母体が違うんですよね 受ける母体が司法試験の場合は予備試験とか法科大学に卒業してなんと受けられません一方この試験は誰でも受けられるんですつまりもっと言えば準備できてない人が受けるんですよあのね後で見てほしいんだけど受験者と出願者の比率ちょっとおかしくないこの数字これこの試験ターンじゃないからね 金払って出願してるのに、準備できないから行きませんでしたと。相当な数いるんですよ。司法試験とかじゃ考えられません、この数字。で、またね、あのー、まあ、実体験なんですけど、私自身毎年試験受けてるんです。受かってますからね。受かってますよ。受かってますからね。それだけ言いますよ。受かってるんだけど、あの、毎年あの、本試験速報ってことをする関係で、毎年受けてるんです。で、そうするとね、前の人の答案がどうしても見えちゃうんですよ。 あのね、10回中、まともな答案が2人ぐらい。<laughs> 受かった人1回見ない。<laughs> ていうかね10、10回受けるじゃないですか、大体ね、10回中ね、2回か3回ぐらい、前ね、5位いなくなってるんですよ。で、前、大体答案見るとね、ひどいんです、出来が。あのひどいっていうのが、あの皆さんの分かる感覚で言うとね、問題で、徳川幕府、第3代の将軍を述べようと、第3代。 つないよとか言ってくれないのにいいんです。つないよとか書いてくれない,いんです。エリザベス女王、エリザベス女王と、そういうレベルです。<laughs> おいおい、ちょっと待って、あんたなんでその浅瀬報告行くのかなと。<laughs> 皆さん、これから勉強するときっていうのは、合格率が4%だってことには、そんなに怖がらないでください。事件準備できてる人はそんなに多くありません。 受かるまでは、4%パーって数字。俺はこれから4%パーの試験に立ち向かうんだと。そんなに気構えをする人は絶対ありません。やることをちゃんとやっていれば、普通に受かる試験です。これ後にもちゃんと言います。なんで、4%パーという数字は、受験の時は絶対におじけづかない。受かった後はいいですからね。受かった後は、やめよう。<laughs> ということで、まあこんなぐらいにしましょうか。以上で、えまあ前振りのところは少し終わりにいたします。 少しねあの、今1時間ぐらい来たんでししょうか。少しちょっと軽めに休憩にしましょうかねあの3時25分になったら完全休憩に入ります1時間ごとに軽い休憩を取りたいと思いますので手を揉むなり足を揉むなりちょっとマスクを外すなりうまく、ね、ちょっと軽い休憩を入れてみてください自分なりに1時間ごと入れますからでまた特に生クラスの方あの講義中のところやっぱりマスクがきつくなってくると思いますでマスクを外してしまいますとやっぱり皆さんの迷惑になってしまいますので適度に自分で ま、あの、マスクをちょっと呼吸きついなと思ったら、ちょっと外して、ふーっとするのはぜひやってください。で、本当はこの1時間のところで皆さん一斉にマスクを外してくださいって昔言っちゃったんですよ。ふったらみんなが剥がしちゃって、そこで5本とか言ったら、まずいことになってしまいますので、あの、もうこのあたり皆さんぜひね、あの、周り大丈夫だなって感じのところで、ぜひ外してください。ちなみにこれ、多分このマスク生活はもうちょっと続くと思うんです。で、実際、令和2年の本試験では、マスクをしながら試験を受けることっていうふうになったんですよ。 なので申し訳ないですがもうこれは訓練と思ってください試験でもマスクなのでそう、ね、マスクを受けながら、ね、勉強をするというのはそう、ね、これ訓練だと思ってくださいただあのしばらく、ね、このマスクの方は慣れていないという方はあのぜひ今、いろいろマスクを売っていますのでいいいろろ探してみてみくださいあの耳にかけないタイプもあれば耳にかけることで優しいタイプのものとかいろいろありますのでぜひあの自分に合ったものをぜひ選んでください。よし では本格学習にいきましょう15ページまで行ってください、えー、まずは法とは何かと、まあ、ちょっと固い言葉のところから始まります、えー、直接試験で出るわけではないんですが、まあ、法律学習をする人の大前提の話だと思ってください真ん中あたり漢数字1 法とは何かと書いてあって、法の定義と載っています。国家権力による強制力を伴った社会規範と。規範っていうのはね、まあルールぐらいの感覚です。本当の定義は定義は難しいんだけど、ルールぐらいで結構です。社会のルールです。で、ポイントはその前のね、7文字なんですよ。強制力を伴っ 強制力を伴った。言い方悪くすればね。破っても無理やり従わせる。破っても無理やり従わせる。強制力ってのは無理やり従わせる。そういうものだと思ってください。 はい。で、下の方に図表があります。法の特色ってありますが、これ本当に軽めで結構です。これ本当に軽めで結構です。上の方に法とあって、下の方には道徳、宗教、宗族、また、あ、常識とかもそうでしょう。いろんな社会のルールってあるんです。ただ、破った時が違うんですよ。道徳の右見てください。道徳、宗教、宗族。 事実上の制裁、社会的評価の下落、集団からの追放。一方、法の横を見てください。国家の強制力、警察、裁判、強制執行など、無理やり従わせるんですね。国家は無理やり従わせる。今から画面に出しますが、これは全く書く必要ありません。書くと多分後で,後で後悔します。 電車ではお年寄りに席を譲るべき。まあ、社会常識だと思うんですよ。譲らなかったとします。警察登場いや、それは見たことない。それは見たことない。道徳とかって従わなくても、強制力はないんですよ。法律は強制力があるんです。で、その強制力ってどんなものかというのを、次のページ、16ページで説明します。 で、ちょっとね、これ16ページの中身なんですけどね。あの、これはね、実はこの、法とは何かっていう内容でも重要なんですけど、この後の知識で実は使うんです、この内容。で、もうちょっと言わせてもらっていいあのね、今日これ一回ざーっと説明した後に、こういうことしてもらいます。今日復習の時にね、ちょっとこういうわ。よいしょ。た時にね、この後にね、こう隠してもらいます。 隠してもらってなんとなく書いてあることを自分の中で説明してもらうんですなんでちょっとここの図はすごく重要な図だと思ってしっかり聞いててくださいよいしじゃあね上から読んでいきましょう強制力の一例 借りたお金を返さない場合、強制執行を受ける。これ冒頭に、借りたお金を返さないとあります。これは民法、民法というルールに違反している状態です。民法というルールに、金は借りたら返しなさいと。まあ、一般常識だと思いますけど、金は借りたら返しなさいっていうのが民法ってルールに載ってるんですよ。 じゃ、ちょっとそれもう一回行きましょうか。左側に、債権者 X、貸し主、お金を貸した人。右側、債務者 Y、借り主、お金を借りた人と書いてます。矢印のところ丸一番。一千万円を貸していると。でも、Y さん側がこれを返さない。じゃあ、X はどうすればいいんだと。 民法というルールを破ってる。どうするんだと。X さんからした丸二番を見てください。訴え定規、括弧起訴と書いてます。日常要項で言えば、訴訟するんです。裁判に出るんです。Y さんが金を借りても返しません。何とかしてくださいよと。Y さんが金を借りても返しません。 なんとかしてくださいよと訴訟に出る裁判に出るんですねちょっとこれね抜ッテしちゃっていいから覚えなくていいから裁判所の横に括弧呪祖裁判所括弧閉じ呪祖裁判所括弧閉じとありますがこの字は今,今無視で結構です削っちゃってくださいあのもしよかったら削っといて福祉,の福祉の木見ても欲しくないからで裁判所の下丸に 真理。判決とあります。真理。まあ、調べるぐらいで構いません。真理。調べるぐらいで構いません。残念ながらね。金借りてないのにね、貸してないのにね、貸したってやつはいるんですよ。貸してもないのにね、貸したんです、貸したんですっていうやつとか、返してもらったのにね、いや、貸したんです、貸したんですっていうやつが出てくるんです。うん、そこでお互い呼ぶんですよ。 はいはいはい、X さん、どんな感じなのいや、聞いてくださいよーこの Y ってやつには金を貸したんですよそう言ったらあいつはね、もう借りてもいないとか言い始めるんですよ !Y さん、本当なの本当に借りたのうーん、まあまあまあね。うーん、まあそうなんだけど。なんか他に言いたいことあるいや、まあ。返したのいや、返してはいない。いやけど、<お>俺本当は借りてないような気がする。どう 見てください。あれ、受け取ってないと言うでしょこれ、預金通常の写しです。ああほらああはいはいはい、読めてきましたね。はい、読めてきましたね。じゃあ、次の法廷でやりましょう。と言って、横に判決って書いてませんかね。結論と思ってください。結論。一番最後に結論出します。その下、Y は X に金一千万支払えと。 1000万支払えとでこれですがもうある意味あの国から命じてるのね、Y さん、Y さんあんた借りてんでしょと払いなさいよとあんた借りてんでしょと払いなさいよって命じてるんですね。 ほんと、まあ、聞き流すぐらいですよ。で、この Y さんがどう出るかです。ああ、なんか来てよ郵便が来た。判決。払いなさい。うやっぱりそうだった。ピンポーン。はい。ごめんね。だから言っただろ、お前。もう本当は、ごめんね。悪かったよ。っていう人はいいんです。これ一番幸せな終わり方です。不幸な終わり方はこうです。ピンポーン。はい。 はいはい負、負けました。負けました。だからどうした。俺は絶対払わないと。ピンポンなんだと。あなに判決、負けましたよ。はいはい。それがどうした。俺は払わない。いるんです、こういうのが。こうなると、もう最後は無理っくり何とかするしかないんです。X から縦にもう一個矢印ないでしょうか。丸四、け売と言います。競売とはあんまり読みません。法律の中では、 競売とはあまり言わず、敬売と言います。裁判所、横のカッコ、また削っちゃってん。カッコ、執行、裁判所括弧、カッコ、都括カッコ、執行、裁判所括弧、カッコ、都嘘ではないけど、学習初期段階からこんなとこ,こわない、こだね、こだねてほしい。で、実はもう一回説明を取るんです。そして、右斜め上。ワイさんの土地。土地を強制敬売 強制、競売って書いてます。強制と競売に分けましょうか。競売って字。感覚で結構です。オークション、入札。実際は入札なんだけどね。実際は入札です。欲しい人がいくらで欲しいかってことを入れるんです。普段に。とでちゃんとやるんだけど、実はね、競売にかかった場合ってね、今ホームページとかあるんです。 今、この土地が競馬かかってますよと。保身書何日までに入札してと。一番高い人に売るからと。一番高い人に売るからと。といった入札制度になってます。で、しかもね、それが強制って書いてあるんです。Y の意思を無視してやるんです。 y の意志を無視してやるんです。もっと言うとね、最後 y は強制的に追い出されます。最後 y 強制的に追い出されます。 Y の意思を無視してやると、で最後 Y は、ね、強制的に追い出されることもされちゃうんです俺は売る気はないんだとかね、いくら言ってても無駄です。じゃあね、この Y さんの土地の引き出しを見てください、1500万の価値とあって入ってます。 縦の矢印を見ていきますと、丸6。Z が買い受けて、その売却代金の中から、X が1000万回収。Z が買い受け、Z が落札したんでしょうね。Z が一番の最高値を出して、落札したんでしょう。で、この落札しね、お金払うんですが、これ、誰の買ったんだっけ ?Y の買ったよね。誰に金払うと思う これね、裁判所に払うんです。裁判所に払うんです。伝わるかな。あね y、に払ったら、Y は持ってどっかに行くと思います。買った Z は、ね、裁判所にそれを払うんですよ。 そしたら、ね、裁判所はどうするかというと、ね、誰に払っているちょっと見てゃって、最後の 1, 最後の1行。X、に払っているの。受け取った裁判所は、ね、X に払うんです。あちなみに、これあの普通、もしこれ1500万で本当に売れたんであれば500万ほど余りが出ますので。 ここれは Y Y ささんんんのの方にににもちろ行行きまますすそ後くとなりただこういう方って他からお金借りてる可能性高いんでね、まあ、多分行くことはないような気がするんですがこんな流れになってきますちょっともしよろしければ自分でもう一回この流れ1から6まで追っかけてみてください でね、もしこれ一回追っかけたら、ぜひね、ちょっとこれ、下を見ないか、もしくは隠して、どんなことが書いてあるか、ちょっと頭で想像してみて。あの、ね、一言一個同じ質は絶対ないからね。一言一個同じ質は全くないよ。そんなことはなくていいからね。で、思い出せそうもなくなったら、ちょっとね、パ軽く見ちゃっていいから。で、その時にね、あ、ここ覚えてないんだって時にね、色かなんかつけてほしい。 一言一句はこだわんなくて絶対いいからね手におはなんかどうでもいいんだよ。でそれをやりながらああ駄だなと思った時に、ね、パッと見てああそうだったなと。 じゃあできるかな、えー、と順番どっちが先か言ってください強制競売と判決判決が先だよねえっ、ー、と Z が買い受けると審理審理が先だよねこのようにねちゃんとこうやって見てこうあこんな感じだよなってことが分かると今言ったことをねあそうだねって吐き出せるんですよ で、これから、復習の、え、講義中に、常識にしてくださいと、いくつか言います。え、今日は2箇所あります。まず1箇所目はこの図です。常識にしてくださいと言います。で、常識にしてくださいって言ったところについては、復習の時も、まずざっとその図を見て、 隠して自分の中で頭の中でブツブツ言ってみる。この作業をしてほしいんです。何かね、あのノートを作るとかそういうことは全くいりません。言ったところだけでいいので、そのこだけ隠して宣言する。隠してこんな感じだなっていうふうにね、頭の中とか実際に口で言ってみる。それを復習の時にやってほしいんです。 何度も同じことになってますがね、あの、手にお花なんて全然意識しなくていいんだよ。こういう流れだったよなという感じで言えればいいんですからね。で、言えないとこについてはそこで初めてね、色ペンか何かを使って、あ、ここまだできてないんだなっていうふうに塗っておく。で、そうすると次見たときに色塗ってるとこパンと出てくるから、あ、ここまだダメなんだっていうのはすぐ見えて、それ意識しながら読めるようになりますので、頭に入りやすくなると思います。なんで、ぜひそんな感じで、 常識って言ったものについては、ざーっと見る。そして隠して宣言する。ざーっと見て、隠して宣言する。 またね、今日の講義の一番最後に、あの、復習の仕方についてはまた改めて説明をいたします。ただ、ま、とりあえずについては今日ね、一箇所、もう一箇所の常識にしてくださいと言いますので、そこはぜひお付き合いください。お時間がだいたい3時23分。ちょっとこれがいいので、一旦切りましょうか。じゃあこれで一旦10分休憩に入ります。画面の方が休憩中という画面に切り替わります。その休憩中という場面については、本当に休憩だと思ってください。だいたい10分後ぐらいに画面の方切り替わりますので、10分後にまた教室に戻ってください。じゃあ10分の休憩に入ってください。 はい。えー、それでは後半の方に行きたいと思います。えー、後半ですが、今の話、少しだけ延長していたします。今一度、えーえー、ブレイクスルーテキスト、15ページに一旦戻ってやってください。15ページのところの定義のところです。えー、国家権力による強制力に伴った社会批判とあります。強制力を伴ったの前。 この7文字8文字、これを強調していきます。国家権力によるってとこなんです。最後は無理やりしかないんですよ。で、最後は無理やり。誰の手で無理やりかと。国家権力だと。じゃあ、ちょっとそこをもう少し。16ページに戻って、関数字2番、最後ね。 一段、えー、最後に関数二番のところ、全部で三段落分でしょうかね。ちょっと長いんですが、読んでみてください。 自力救済の禁止と、載っております。もう本当に個人が強制力を使う。個人が強制力を使うのは NG だと。個人が強制力を使うのは NG だと。じゃあなんでこんなことダメなのかと。個人がなんで強制力を使っちゃいけないんだと。逆に言うと、もしよかったら世の中はどうなるかです。お母さん、何あそこで蹴る殴るしてる。いいのいいのよ。 なんで、見てごらん。この改正この改正この改正とほら、金借りてる。ほら、ルール破りよ。本当だな、ルール破りだとルール破りは何やってもいいの。本当だな、蹴る殴る、蹴る殴るこんなようなか嫌です。やっぱこう、社会が荒れてしまう。社会が荒れてしまうっていうのは一つの理由なんですよ。ただね、実はそこよりちゃんと押さえてほしいのが、理屈なんです。 一番最後の一行を見てほしいんです法律の強制と自力救済の禁止は表裏一体の関係にある国家と言ってもいいかもしれない法律の強制というのは国家の強制と言った方がいいかもしれない ちょっと始め見てもらっていいかな。国家は強制する。だから、私人が強制力を使うのをやめてくれと。こういうこと言っのね。国家が使うから、私人はやんないでくれ。私人ってのは国民と思ってここまででしょうかね。ってなると、いいかな。えっと、各時間取るから待ってて。ってなると、こうなりませんもし、 国家権力が強制力を使えない状況だったら、私人が使うのはしょうがないってなりますよね。国家が使えるんだから私人は我慢しろと。っていうんだったら、国家が使えない状況なら、私人がやって構わないと。例えば聞いたことはないでしょうか。この言葉。正当防衛。 ちょっとやらせてください。なんだお前と。はい親父狩りの時間ですはい親父狩りの時間ですよはいやっちゃう、やっちゃうよ分かった。ちょっと待って、強制的になんとかしてもらおう。何言ってんのこいつ。ちょっと待ってろと。今から電話するからと。え、どこに警察。あの、国家権力が強制力使うから俺使っちゃけんだ。で、国家権力使ってもらうから待ってくれと。またねえよと。じゃあやり返すと。 国家が使えない事態であれば、主人が使うのはしょうがないですよね。これが正当防衛ってやつなんです。でね、もうちょっと言いまして。実は私ここで自立救済とか正当防衛をこの段階で教える必要はないと思ってるんです。でも皆さんに伝えたいのはこれなんです。法律の勉強で重要なことが二つあって、一つは、今言った、理屈を持つことなんです。理屈。 何言ってるかっていうとね、もし単純に、なんで自力救済はダメなのケルナグールじゃ世の中怖いから、ケルナグールじゃ怖いからと。それだと、この正当防衛って知識は繋がってきません。ですが、もし、国家が強制力を使うんだから、私人はダメなんだと。こういう理屈をちゃんと押さえておけば、次の知識が繋がってくるんですよ。短期合格するためにはね、 こっちが言った理屈をちゃんと追っかけることなんです。もうちょっと言うとね、一つの知識で、二個三個取れるようなんです。一つのヘリクスをちゃんと頑張っておけば、自立救済とか正当防衛って根こそぎいけるんですよ。なので、これからね、結構私、わーわー言ってきます。理屈をわーわー言ってきます。 で、理屈をわーわー言った時っていうのは、なんか変なこと言ってるなって思うんじゃなくて、あ、この理屈わーわー言ってるってことは、絶対応用聞くぞと。絶対応用聞く理屈なんだなって分かってほしいんです。だからね、もっと言うと、あの、結論よりね、私の理屈を重視してほしい。結論はテキストに載ってっから。そのテキストに載っている結論ではなく、その背後で言う理屈、こう考えるといいぞって言った理屈は、 ぜひ意識して追っかけてほしいんです。あ、書きますよね。わか,かりました。待ちます。ごめんなさい。ちょっと待ちましょう。 ちょっと書き終わってからもう一回同じこと言いましょうすみません じゃあもう一回頭から言いますとね。えっと、ケルナグーはダメだよと。なんでケルナグーダメなのって言ったら、社会秩序が乱れるかと。もちろんそれは理由としては正しいんです。でもね、それ受験的には、背後の理屈をちゃんと押さえてほしい。国家権力が強制力を使う。だから、私人を使うんじゃないんだぞと。国家がやるんだから、私人はやるんじゃないんだぞと。こういう理屈を押さえておけば、じゃあ、国家権力がうまく動かないというような事態であれば、 詩人が強制力を使うのはしょうがないよね。こう繋がってくる。これが正当防衛というやつです。で、伝えたかったことっていうのは法律学習では重要なものは二つあると思ってます。一つは理屈を抑えることなんです。結論はテキストに載ってます。で、私が説明するのはどの結論が必要だ。もちろんそれはありますよ。でもそれ以上に重要なのは この背後の理屈なんです。背後の理屈を説明して、ちょっとでも皆さんが覚えやすくしてもらいたい。そのための背後の理屈っていうのをすごく丁寧にやります。だから実を言うと、その結論部分だけをひたすら網羅する。わーって言っていくっていうのはね、私が求めてる講義じゃありません。そんなのは見りゃいいんですから。皆さんがせっかく時間とお金をかけてやってるんです。私しかわからない。この,この試験。 この試験で重要な理屈、自分が分かるね、その理屈を説明して、ちょっと一つ押さえれば根こそぎいける。そういったものを伝授しようと思ってます。なので、理屈のところをわーわー言ってきたら、うざったがらずに聞いてください。やっぱそこなんですよ。それともう一個は、イメージを持つってこと。いくらヘリクスがあっても、どの場面で使うものか分からなければ、全くもって問題解けないんですよ。 なので、イメージが持てるように、こちらもいろんなことをやります。なんで、場面場面でどんなことやってるのかなっていうのはね、なんとかイメージを持ってください。で、逆にイメージが持てなければ、それは聞いてください。これやってることは結論がなんか丸って言うんだけど、どんなことでどういう話をしてるか、やっぱりどうしてもわかんないんですイメージを教えてくださいと。ぜひそれは、あの、遠慮せずに聞いてください。一応こういうイメージが持てるように、講義中に例を出したりとか、 まあ、このあたりでバタ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 いろんなことやりた、やったりします。中にはね、これから問題とときにね、あ、あのバタバタ出ってるあのシーンだとかね、っていうふうに思い出せることも多いと思います。ぜひこのイメージを持っていことも重視してください。以上で、この法とは何か、およびその絡みはここまでといたしましょう。次、17ページ。 になるんですがここは、えー、全く触れなくていいです。ここは全く触れなくていいですあの。学問では重要ですけど、試験的にはいらないと思います。18ページいっちゃってください。あ、で、そこでちょっと言うんですけど、あの、実はね、このレックの場合は、あの、教え方、実は上から指導がないんですよ。あ、もちろんあの、最低限のルールありますよ。あるんだけど、このページでこれを説明しなさいとか、これでこれやりなさいっていうね、指導は実はないんです。あの、テキストをボンと渡されて、これを使ってあなたが短期合学できるように調理しなさいと。 だからこれ人によって違うんですよ。例えばあの、何ですかね、あの、九九ってやったじゃないですか。九×九までやったと思うんですけど、これどうう、どイあの、インドとかだと、十五×十五まで覚えさせるんですね。でも、十桁になれば応用じゃないかと。って考え方もあれば、いや、そこもやっとやっといた方がいいんだよって考え方もやっぱ、学問的にあるんですね。やっぱこれって、講師一人一人によって、ここは、この試験で必要な基本だと。って思う人もいれば、いや、それ、学問であって、この試験じゃいらないよと。っていうのはやっぱり人によって全然違うんですよね。 で、レックとしては、それを全部統一化させるのではなく、全部がね、網羅できるようなテキストをポンと渡す。で、その上で、先生がそれを使って短期合格を出しなさいと。っていうふうに私たちに言われているんです。で、もちろん結果でなければこっちの責任になるだけです。責任というか、もう次の年からもう仕事がなくなるだけなんですけど。で、まあ、なので、こちらね、テキストで使ってない箇所がいろいろありますが、それをね、無理して読む、無理して読むというか、読まないで。<laughs> 読まないで。 本当に。あの、触れてないけど読んだ方がいいかなじゃないんです。もうギリギリの最小限でやりたいんですよ。なんで、読まないところは読まないっていうふうに、もう徹底してください。じゃあ、18ページの方をあえていきましょう。あ、改めていきましょう。法の知識と、載ってます。法律の分類方法がいくつかあるんです。ただね、これ2番しか使いません。この試験では2番ぐらいしか使いません。1、2、3とありますが、2番のところだけで結構です。 実体法と手続き法とあります。で、これね、グループ名と思って、法律のグループ名。六法に載っている法律は、実体法ってグループか、手続き法というグループか、どっちかに分かれるんです。実体法ってグループか、手続き法ってグループかに分かれるんです。 1. 実体法。権利義務の変動、発生変更消滅の要件、効果について定めた権利義務、権利内容の基準となる法。どのような条件がなると、どのような権利変動が生じるかについて定めた法。権利変動ぐらいでいいかな。権利変動。また、ルールでもいいよ。現段階ではルールでも結構です。ルールを決めるのが実体法。と思っても結構です。ルールを決めるのが実体法。 権利変動って字はね、今日講義聞いて、うん、あの話かなっていうのはね、なんとかうっすらわかるぐらい。だから、まだ学習初期段階であれば、実体法といったら、ルールと思ってください。ルール。2、手続き法。権利義務の具体的な実現。手続きを定めた法。手続きを定めた法。民事訴訟法。刑事訴訟法。 行政訴訟法と書いてあります。ちょっとここなんですが、えっとね、このページ戻れる ?16 ページのあの図に戻れる ?16 ページ12345ってあったじゃないですか。でね、ちょっと今画面の方も出してるんだけど見てくれるかな ?2 番と3番グルーピングして民事訴訟法って書いていて。2番と3番、丸二丸三。訴え定期審理判決。訴え定期審理判決。 でね、456っていうのが民事訴訟法ってやつになります。456。競売申し立て、土地を強制競売、Z が買い受けでその代金から X が1000万回収ってやつね。ちなみに、このタイトルのところで、この今言ってる16ページのタイトルね、十六ページのタイトルで、金を、借りた金を返さないって時に、民法って言ったのを覚えてるでしょうか民法。 借りたお金を返さないといけない。これが民法。ルールなんです。ルール。で、この民法破りをしたときに、民法だけで解決してないんですね。民法破りをしたときに、民法以外を使っているんですよ。 民法を破りをしたときに、民法以外を使っているんですね。で、繰り返すとね、民法みたいなルールを決めたものを実体法。で、実現する手続きを決めた民事訴訟法や民事執行法のことを手続き法と言います。 ルールを決めたのが民法。ルールを書いたのが民法で、そのルールを実現する手続きが、え、じ、手続き法。民事訴訟法や民事執行法になります。 ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、えっと、この全体構造のね、講座では、民法の基本知識と民法以外の法律をやっていくと。っていうのは、民法の理解のためには民法だけではうまくいかないって言ったんです。民法を破りをした場合、民法以外のを使うんですよ。民法以外の法律も使うので、民法の理解をするにはどうしても他の法律が必要になるんです。ありがとうございました。 では、改めてなんですけど、二つのルールがある、あの、グループ名がのね、ルールを決めた実態法と、手続きを決めた手続き法。改めてなんですけど、テキスト8ページ開けてもらっていいかな。八ページ。ありがとうございます。テキスト8ページには、卓一式午前午後、どんな科目が載ってるかありましたよね。民法どこにあります 民事訴訟法、民事執行法、どこにあります結論言いますね。午前は実態法なんです。午前はルールを出してるんです。午前の択一、憲法、民法、刑法、商法、会社法ってあるでしょこれ全部実態法なんです。午前択一は実態法を出してるんです。 で、午後卓位、午後が手続き法全般なんです。午前が実態法。午後は、午前は実態法。午後は手続き法と。法律には実態法、手続き法というふうに二つのグループがある。実は試験もそれに合わせてます。午前が実態法。午後は手続き法というふうに分けているんです。 雑談になりますけど、あの長年講師をやっていて思うのが、若い方になればなるほど実体法が得意になります。で、社会経験が長いも長いほど手続き法が得意になります。もうこれはね、本当面白いもんです。あのー、やっぱりけあのこういうすべきだとかこういうルールだっていうものはね、やっぱりこの若い方のセンスに合いやすいんですよね。 一方ね、手続き法とかになると、はい、えー、じゃあここに反抗をします。で、この反抗とここが一致するかどうかを見るんです。もうこれはね、あの、社会経験がやっぱ乏しい方にとってはね、なんで反抗、本校一致、え、うん、なんでそんな既婚のさんあるんですかとかね。やっぱ納得できないとかね、わかりづらいってことがあるらしいんですよね。こういう傾向はどうしても見れるかなーって感じがします。ページは19ページの方に行ってください。もうちょっと待ちましょうか。 えー、19ページ、条文の読み方というのが載ってます。で、今日6法はありませんので、これ今見ても意味がないので、これ次回以降ね、6法、もしくは条文が見れるものを使いながら、ここね、19から24までかな ?19 から23までか。19から23は次回以降、つどつどつどつをこれ使ってきますので、ここもちょっと今日は飛ばしましょう。ってことで、今日は27ページ。ページ番号ついてないですね。具体的には29。 ここから行きましょう。いよいよ本テーマに入ります。ちょっと一応確認だけさせてください。今開けてるよね。目次の方も確認して。一番初めのページの目次。目次の今第3編、第1章、第3編、第1章に入ろうとしてるのね。これからやるのが1、2、7、一二七8で、1が1、7、8をやっていく。特にこの民法を特に強くやっていきます。 29ページ、また戻ってやってください。これから民法というものを見ていくんですが、えい。民法ってどんなルールが載ってるのっていうと、ざっくり言うと2つと思ってください。民法っていうのは、契約のルールと家族のルールが載っていると思ってください。ちょっと待ちますね。契約のルール、家族のルール。 まあ、ある大学の先生に言うとね、あの、金と家族って言ったり言う先生もいます。あの、契約じゃないですよ。金。銭金のルール、家族のルールと。まあ、あながち間違いじゃないと思うんですけどね。なんかその銭金のルールって言うけどなんか、けばいのでやめました。さすがに。でね、この銭金のルールの話がね、この目次のところだと、十節まで。十節までが、このね、契約のルールなんですよ。十節まで。一から十までが契約のルール。銭金のルールなんです。 で十一から十三が家族のルールです。十一から十三が家族のルールです。じゃあねまずは初めに、ね、第一節契約っていうのを見ていきます。 特にこの契約っていうのもね売買売り買いの契約を見ていきます売り買いの契約を見ていきます、まあ、とはいってもあのそんな契約ってんかすごい堅物っぽいに見えますけどもコンビニでお茶を買うも立派な売買契約ですちょっとじゃあページめくりましょう30ページの方を見てください え30ページ、関数字1、はじめにと書いてます。複、え、数、ー、の当事者が、ある法的な権利を発生させること合意させることを契約と言います。例えば、売買契約を例に説明します。図表、売り主コート、買い主オが、年の売買契約をする場合。1、2、3、4、5、6、7、8、9行かな。まずざっくり見てください。一個一個ちゃんと細かくやります。まずざーっと読んでみてください。斜め読みでもいいよ。 ま、それぐらいで行きましょうか。じゃあ、しっかり行きましょうかね。もう一個下のひひ、行って、下のところ、図表。売買契約の成立と売買契約の効果と、とあります。え、ちょっとまずね、言葉というか、えっ、ー、と、いろんなルールというか、を説明しましょうか。あの、左側に四角枠があって、売り主、こうという字。右側、買い主、おつという字が見つかるでしょうか。あの、あ、見るだけいいかね。 あの、なんかテレビかなんかじゃありませんあの、根元をよく知る A さん。あの人はね、絶対やると思いましたよいよいよ犯罪すると思いましたとこんな風にあの、仮名で A さん、B さん、C さんと使うことがあると思うんですが、実は法律でもね、この ABC っていうのは使ったりするんですが、それと同じくらいね、こう、おつ、へい、てい、こういう字を使うんです。ABC も使うけどね。ABC、でっていうのを使うんだけどね。 も、本試験の問題でもね、A さんが B さんに対してこうしたっていうのも出てくることもあればね、こうがオツに対してこういうことをしたっていうふうに載ることがあります。こう、オツ、平、定ときたらね、あ、仮名を使ってるんだな。もしくは A、B、C の代わりを使ってるんだなって思ってください。それが一つ。で、もう一個はこちら下の方に平行四辺形みたいなのないでしょうか。あの、土地だと思ってください。土地。 あのこれ以上居心は求めないでください土地だと思ってください平行四辺形あったら土地だと思ってください <laughs> ということで話の方を頭からいきたいと思います、まあ、しばらく始めは聞き流してください左側にこちらがこう右側のオツにしましょうかああちょっと土地が一個余ってんな金が欲しいけど土地売りたい売ると言ってもな金払わないです売ってもしょうがないしなで聞いたんだよ三丁目のさあのオツ なんか、マイホームの土地を探してるらしいね。で、あいつ結構金持ってるって聞いたの。で、勤めもいいしさ、俺、あいつだったら売りたい。うん、絶対売りたい。一方です。マイホームの土地が欲しいな。なんか、いろいろ物件の価値がなかなかいいのがないっていうか、一個あったの。駅前の土地。日当たり良好。で、しかも多分使ってない。あの、コさん、しかも人もいいし、俺、あの人のあの土地が欲しい。完全な相思相愛状態です。じゃどうすればこの二人売買になるのかと。 角度を変えましょうか。太郎くんと花子さん、えすごいお互い大好きです。じゃあどうすればこのお二人、お付き合いを始めるでしょうか付き合ってくださいわかりましたほぼ同じです。図を見てください。ほぼ同じなのかと。<laughs> えっと、こうから矢印、点点点見て、申し込みって書いてない申し込み。話を持ちかけるんです。話を持ちかけるんです。申し込みってやつね。 例えばこ、これ3000万で買いませんこれ3000万で買いません今度、落ちから点々点の矢印。承諾って字があるでしょうか承諾ってとこね。これが、OK を出す。承諾、OK を出す。これぐらいで構いません。日常会話通りですよ。申し込む、OK を出す。そして、真ん中で、ガッチって字が見つかるかなガッチ。で、これは、 イメージとしてはね条件面がぴったり合う条件面がぴったり合うこれが合致と思ってください条件面がぴったり合う何言ってんの条件面が合うちょっとやっていきまた書いてるなちょっとやっていきましょうかね「やあ大さんこんにちはこ」どうしましたはい 前方も仕掛けてるんだろお、はい。あの土地あるじゃん。あの土地。いるお、いいっすか悪いっすね。うん。じゃあ、8000万で。いや、ちょっとすいません。8000万はちょっとないっすね。じゃあ、300円で。いやいや、何を言ってるんだ何を言ってるんだ ?4300 万で。買うんだろお前、買う気あるんだろうん、全然買う気あります。う,すうんごい買う気あります。なんでじゃあ、いいじゃん。何千万でと上がってるじゃねえか、お前。じゃあ、4000万 !4000 万 !4000 万 こんなところで分かりますね。はじめのうち、あの、買う、売るっていう意思はあるんだけど、条件面合ってませんでしたね。8000万と300円ですから、どうにもなりません。で、だんだんだんそれが落ち着いてって、条件面、4000万だっけな。<laughs> 4000万って形でぴったりやましたね。丸の下見てください。売買契約の、成立ここで契約なんです。 ちょっと書く時間は後で取るので、ちょっと待とうかな。待ちますね。よいしょ。ちょっと今から画面出すから、どこで成立か言って。話持ちかける、OK する、ここで合致したとします。契約書を作る、土地金払う、どこで契約が成立ってことなのここだって分かったね。 口約束なんで、こんなの。実を言うとね、これはむしろ不要なんです。ちょっと読んでからにしようか。えっとね、左側の方にね、関数2番に、学生契約って字がないかな。ちょっとこれ読んでみて、全部。読み終わった後、ちょっと、こっちの画面の方もね、書いてみて。どっちが先でもいいや。その代わり。どっちもいいや。 はい。で、実はこの民法はね、民法にはいろんな契約があるんだけど、実は基本的には、売ります、買います、申し込む、OK。この二つでいいんです。申し込む、OK だけで契約になるんですよ。口約束でなるんです。契約書っていうのは、実は必須条件じゃないんですよ。すいません、このお茶をください。 わかりました。お茶ですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、の、契約書、これね、お願いしますね。あと、ハンコの方もお願いしますね。やってられないよ、ほなの。なんで、基本は契約書って作らないんです。じゃあ、なんで契約書って作ってるかっていうとね、後々の証拠なんです。わかりました。じゃあ、あなたに売りますよ。4000万トンで三で325円で。わかりました。4000万トンで三で323円ですね。そうだよ。4000万トンで三で3250円ね。 あ、わかりました。これでガチですね。絶対揉めます。絶対後々になっていくらかで揉めるんですよ。なので、後々揉めないようにするための証拠として作ってるにすぎません。契約は口約束の時点で契約です。契約書は、契約書は後の証拠にするだけなんです。 口約束の時点で契約になる。口約束の時点で契約になる。でも、あとね、言った言わないだとか、細かい点で揉めちゃう。細かい点で揉めちゃうから、だから特にね、高額な商品、契約書を作るんです。不動産だったら、後で金額でかいから揉める可能性ありますよね。あの、チロルチョコはどうでしょうチロルチョコでね、後で揉める可能性って多分ないと思うんです。10円、20円ぐらいであれば。 なんで一般的には高額なものって契約書って作るんですよね。よし。じゃあ同じことをもう一回角度変えていって次のページに行きましょう。いい。えっと、じゃあこれがいらないとして、いつ契約になるかって言ったら、申し込み、OK、金払う、 いつ契約ができ,できちゃうかっていうと、OK の時点で契約になっちゃうと。OK の時点で契約になっちゃう。よろしいでしょうかね。関数字2番のタイトルを見てもらえる。関数字2番のタイトル。左側のページね。学生契約って書いてあるでしょ。学生の生っていうのは,承のの成は成の、承諾の惑。惑星の生は、成立の生承諾で、 成立する承諾で成立する,承諾で成立する実はねあの契約にはいろんなタイプがあるんだけどね 大きく言うと、この学生契約っていうものと、もう一個タイプがあるんです。ちょっとごめんなさい。右のページ行っちゃうな。ごめんなさい。右のページの方に、ワンポイントってあって、学生契約、養物契約って字があるでしょ。契約のね、90%以上は学生契約です。契約のね、90%以上は学生契約です。で、おそらく試験だとね、6個ぐらいかな。6個ぐらいは例外的な、 養物契約ってものになります。ちょっとこれ字を見ようか。養物契約って字ね。今度ね、左、左から右じゃなくて右から左で読んで。養物契約ね。物必要。物必要。これで養物と言うんです。物必要。これが養物って意味です。 ちょっとじゃあ読もうか、4行。契約の中には、意思表示の合致だけでなく、物を引き渡すことも成立のための要件になっているものがあります。先日した金銭消費対策契約なのがその一例です。物の引き渡で成立の要件になっている契約のことを、要物契約と言います。契約の種類については、口述します。上から2行目に、金銭消費対策契約と載っています。非常に長い字なんですけど、これ、借金の契約なんです。借金の契約。 借金の契約のことを金銭、消費対策って言います。なんでこんな字を使うか後に説明します。今はね、あの、あこれが来たら借金だなって思ってください。金銭、消費対策って言ったら借金と思ってください。あのね、いける借金の場合はね、お金を貸してください。おいよ、貸してやるよ はい、100万なと。貸してください。分かったよと。はい、これ100万なと。ここで成立なんです。もう一回ね。貸してくれ。分かった。お金渡す。渡して成立。渡して成立。これが借金契約なんです。 渡して成立する。はい。で、ちょっとなんでかについては、後にやるとして、まずはごめんなさい。言葉の話から。で、こういった、渡したことで成立する場合を、物必要と書いて、用物契約と呼んだりします。用物契約。で、もう一回同じことを言うとね。 あの、ね、契約って言った場合は90、90%以上が学生契約です。口約束で成立です。でも、借金契約など、すごい、ごくごくわずかなものは、用物契約になります。で、用物契約の時は、わーわー言います。これ用物だよ、用物だよってわーわー言いますので、何にも言わなければ、あ、学生だな。口約束でいいんだな。何も言わなければ、口約束でいいんだな。って思ってください。 でも何も言わなければ「惰性」「仏はいらない」と思ってくださいねちょっとまあこう中身に行く前にくだらない話を1本いるんですけどこれ私養物契約のこの「もの」って字を「仏」って呼んでるんですよねあのというのが「もの」っていうとこういう字があるんですよこれも「もの」なんですよ で、これと区別するためにね、こっちを物のこれを物というんです。これを物というんですね。何年か前かな、某マクドナルドがなんかで食、ね、事の時に、後ろから、物はどうした物はと。物の引き方じゃあったのかと。 って言って、いや、まあ、ま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 さか反社会的勢力かと思って後ろ見たら、なんか大学かなんかのなんかゼミのなんかグ,グループがなんか反し合ってる状態でした。物の引き渡しがあったかとかね、反した、反しました。まあ、結構物騒な言葉を使いますけどね。じゃあです。じゃあ話を戻しましょう。借金契約って、物必要としてるんですけど、じゃあこれなんでなのかと。 実はこれね、貸す意思の確認のためだったらしいんです。本当に貸す意思がちゃんとあったのか、それを確認したいんですよ。っていうのは結構口軽く言うんですよ。貸してくれるああ、いいよいいよと。っていうふうにね、なりがちなので、本当に貸す意思があるかどうかの確認のためにね、お金渡すとこまでは契約にしないと。変な口約束で軽はずみでならないように、 軽はずみでならないように、お金渡すってとこまでは契約にしないことをしたんですよ。軽はずみでね、そんな気は本当はないのにね、ああ、いいわかった、じゃあ今度200円貸してやるようと。ああ、わかったわかった、じゃあ今度5万円貸してあげるという形で、軽はずみでやらないように、5万円渡してやっと契約にしようと。 でね、これが、あのね、もうちょっと言葉を選びませんが、明治時代に作ったルールなんです。明治時代にね、実は民法できたんですよ。で、その時にね、あの、お金の貸し借りって口軽くやってしまう可能性もあるから、だから渡したところでやっと契約にしようじゃないかと。ってしてたんですけど、やっぱいろんな人が突っ込み入ったんですよ。いや、今日それその前にわかんねえと。契約の意思確認だったらもっと早くわかんねえかと。 具体的に言うとね、行くよ。一、せーの、せ。どうあえて契約書を作ってるんであれば、カスイって明らかだよね。口約束で済まずに、口約束で済まずに、もう契約書という紙まで作れば、意思は確実じゃないですか。 ってことで、実はね、民法は3年前に大改正が行われたんです。で、その中の一つがこれなんです。一般本当にあるんだけどね。昔は絶対に物は必要だったの。何があっても物渡せと。物渡さんと契約にしないぞだったの。でも今は契約書を作ってるんであれば、意思確認は確実に取れる。 紙を作ってるのなら、意思確認はちゃんと取れるんだから、意思確認がちゃんと取れるから、物不要で良くないかと。契約書で成立で良くないかと。ちょっと繰り返す前にちょっと待ちますね。書いてますね。待ちますね。 じゃあ、頭からもう一回繰り返しますね。えー、もともと、明治の時に何でこうしたかっていうと、貸す意思がちゃんとあるかの確認のために、お金を渡すところでやっと契約にしようと。そうしていたら、その後ね、いろんな人がいろんな意見を始めて、いや、けど、普通金貸すって契約書作ること多いだろうと。まあ、ぜ、全部じゃないけどね。でも契約書作ったんだったら、そこでもう意思は明らかにわかるだろうと。ってことで、契約書を作ったところで、もう成立でいいだろうと。 契約書は必須じゃないんだよ、本当はね。必須じゃないんだけど、借金契約において、こういうふうに契約書を作ったんであれば、そこで成立でいいだろうと。 契約書をわざわざ作ってる。でだ、であればね、契約書をわざわざね、作ってハンコまで押しているのであれば、もうこれは借りる意思もある。貸す意思も絶対あるはずだと。わざわざそんなことまでしておいてね、いや、あんな気はなかった。そんな奴はいないだろうと。紙まで作ってハンコまで押したんであれば、意思があるのは間違いないんだから、もうその時点です。契約でいいんじゃないかと。で、これまた次回ね、次回6本を使って確認します。 次回6歩を使って確認しますので、今ちょっとこの知識だけにしておいてください。で、これっていうのも、さっき言ったように理屈が大切って話なんです。カスイシの確認のためだってことが分かっていくと、あ、じゃあこれだったら結論刊んじゃないかと。っていうふうに持ってこれるんですね。で、この時も、あの、私もこれ冒頭のねで、カスイシの確認のとか結構わーわーわーわわ言ったっていうのは、やっぱり応用があるので、わーわーわーわわ言ってるて思ってください。この全体構造7回やることによって、 あ、この人こういう風にやってるとか何かあるなとかね。な、そんなところを感じ取れるようになっていただけると、まあ、こちらとしては嬉しいかなと思うところであります。よし。ということで、ちょっとこれぐらいにいたしましょう。ちょっと左側のページに戻りましょう。すいません。左側のページの一番上、はじめにの後の図表。ここからもう一回文章の方を読ませてください。売り主コート、買い主オツガ、 土地の売買契約をする場合。こう、おつ、いずれか一方は他方に対し、まず、申し込みの意思表示をする。こう、おつさん、この土地を一千万で買いませんか続き、これに対し他方、申し込みの意思表示を受けた側が承諾の意思表示をする。売り主こうから申し込みの意思表示を受けた買い主をつ、買いましょうと。あ、もちろん、これ逆でもいいからね。あの、 どちらか。オツの方から。オツの方から売ってくれませんか ?4000 万で売ってくれませんかああ、いいですよ。じゃあ4000万で売りますね。もちろん、その順番でも何の問題もありませんからね。続き。このように、申し込みの一生児と承諾の一生児が合致することにより、交通間に売買契約が成立する。で、こっからです。売買契約によって、 以下の効果が発生する。二つあります。一、債権債務の発生。二、所有権移転。ちょっとこれ言葉一つちょっと説明していきます。はい。債権、債務、所有権。この三つ。債権、 債務所有権。債権というのは請求する権利と思ってください。請求する権利。 債務っていうのは応じる義務。債務っていうのは応じる義務。請求する権利、応じる義務。 はい。請求する権利、応じる義務。あと、それ、もう一個、所有権。もうこれ軽い定義で結構です。これは軽い定義で結構です。ちゃんとして言いますので。自分のものと主張する権利。所有権。自分のものと主張できる権利です。 じゃあ、これを一つ一つ説明していきます。しょ。こちらの図の方を使っていきます。で、あの、皆さん別にこれは色をつける必要はありません。皆さんがわかりやすく言うために今ね、色をつけますが、後で消しちゃいますんで。まず、この矢印を説明します。で、まず、読み方からいきますとね。読み方からいきますと、 これはね、売り主は、買い主に、代金債権を持つ。こう読みます。売り主は、買い主に、代金債権を持つ。こう読みます。で、具体的には、債権って何て言ったっけ請求する権利って言いましたね。それに合わせると、 売り主は、買い主に、代金を請求できる。売り主は、買い主に、代金を請求できる。ってことなんですね。あの、わかります当たり前のことを難しい言葉で言ってるだけね。当たり前のことを難しい言葉で言ってるんだけど、次回以降、この難しい言葉でずっと説明が始まるから、あだからね、申し訳ないけどね、ちょっと、な、わかるよって。 っていうことなんだけど、わかるんだけどね。でもちょっと言葉、法律用語に慣れてほしいので、ちょっとガもうね、わーわー言いますんでお付き合いください。もう一回ね。矢印の読み方からいきますと、売り主は買い主に代金債権を持つ。で、意味は、売り主は買い主に代金を請求できると。で、ちょっとここでイメージを持ってほしいのは、債権っていうこういう矢印があったらね、 何々しろってイメージを持って。何何しろってイメージを持ってほしいの。再権っていう矢印があったら、左の人から右の人に対して、これをやれっていうようなね、イメージだと思ってください。 次回以降また来ますので、債券の矢印が来た時のイメージをしっかりつけてください。矢印の持っている方から矢印の先に対して、これをやれっていうようなのが、債券っていうイメージです。ちょっとね、これ説明するとき毎年思い出すんですけどね、もう7年、8年前なんですけどね、この辺りはもう大丈夫だろうみたいな感じですごい結構ね、ざっくり言っちゃったんですよ。そしたらね、やっぱりその後のところで、イメージが持てないところでやっぱり相談来てしまったと。 いうのがあったので、それだからね、もうちょっとこれわーわーわーわちゃんと言っておこうというふうに心がけてるんです。なんで、この債権のイメージ、矢印の持っている方から先に対して何々しろってイメージだよね。でね、今のこの言葉あるじゃないですか。この言葉をね、言い換えた言葉はあるので、ちょっと横で構いません。横で構わないんで、ちょっとまた画面出しますんで、書いてやってください。 あのね、今の矢印ね、について、私はね、売り主が買い主に代金債権を持つ、主語を売り主がしたのね。もっと言えば、主語を矢印を持ってる側ね。これね、矢印が刺さってる側、矢印が刺さっている買い主側から見ると、呼び方はね、買い主は代金債務を負う、こういう風うになるんです。 債務っていうのは、応じる義務と言いました。応じる義務と言いました。孝さん、払えて請求できるよ。やっちゃいな。やっちゃいな。請求できるからやっちゃいな。おつさん、応じなくていいからね。意味がない。片方に権利を認めたら場合ね、片方に義務を負わせるんですよ。一応これ、固い言い方ね。 でも、日常会話を直すよ。日常会話を直すと、買った方は、代金を払う義務があると。買った方は、代金を払う義務があると。代金請求に応じる義務があると。いや、だから、日常的な当たり前のことを難しく言ってるだけです。ちょっとだけ膨らますよ。今やってるのは道徳でしたっけ法律でしたっけ 法,法律ですよね。ってことは、払わないとどうなるの払わないと強制力が来るんですよ。代金を払う義務というのは法律的な力なんですから、これは払わなければ強制力が来ますからね。といったところで、またこれをわーわー言わせてください。 一本の矢印を矢印のスタート地点から見るのか矢印が刺さった側から見るかで呼び方が違うんです矢印のスタート地点から見るのか矢印が刺さっている方から見るのかで違うんです矢印のスタート地点から言えばこれは権利です何々しろっていう権利 債権となります一方、矢印が刺さってる側、矢印が刺さってる乙側から見れば、これは義務になるんです。刺さってる側ね。乙側から見れば義務となるんです。やらなきゃいけない義務を指すんです。矢印を持ってる側からは権利を意味する。 刺さってる側からは義務を意味します。だからもうくどいようですが、この矢印代金債権って書いてますけど、代金債務って書いても実は間違いではないんです。どっちから見たかの言い方に過ぎないので、これを債務と書いたって別に間違いではないんです。しょ。ってことは一応次の方に行く前に。 いい感じの1時間ぐらい経ちましたんで、もう少し休憩してからにしましょうか。また軽い休憩にしましょうかね。今4時32、3分ぐらいでしょうか。 えー、生予備同時配信この方、あの多分普段使って、まあ、初めて今回、この椅子に、結構長時間座ると思いますあの、本当に自分が座りやすい感じでいろいろやってみてください、いろんな方がいらっしゃいます、あの例えばソファーを、クッションを下に入れたりとか、あのそれとか、人によってはねあの、靴を脱いで、靴を脱いで、あの裸足になっちゃう方とか、で裸足になってこ、こ下が嫌だなって思った方はねあの、新聞を持ってきて、新聞を下に引いてねで、そこに足を乗せるとかね、いう方もいらっしゃいます。 あの、本当に自分が過ごしやすいような感じで、あの、使ってください。の特にごめんなさい、渋谷駅前本校中心になっちゃうんですけど、あの、毎回この教室です、大体。毎回この教室で、あの、増えても、この、生に来る方がこの倍になるかならないぐらいです。増えたとしても。なんで、大体同じぐらいの感覚で大体行きますので、あのー、横には絶対誰も座ることはないです。なんで、あの、本当に自分が過ごしやすいような感じで、ぜひ、あの、いろんなものを準備、あの、やってみてください。 1あのいくつだけ、ね、やめてくれってのがあってねあの、この加湿器あの、昔ちょっと流行ったんですけど、蛇腹で水で加湿器になる、まあ、それまで良かったんですよ。で、ある方がよくわかんないんですけど、なんか、煙が出るじゃん、加湿器を持ってきて、それを自分やってるんですで、さすがにそれはね、似うからやめてくれと、って言ったことがありますけどね、基本、もうど何にしても構いません。あの、基本少なくとも例えば、私がこう話してて、なんか失礼に当たるんじゃないかとか、そんなこと一切思うしかないんですなので、本当に自分が過ごしやすいような感じで、ぜひやってください。 よし。じゃあ、練習しましょう。今、代金の矢印で今説明しましたが、次はね、もう一本、引き渡しって矢印があるんです。土地を買ったんだよね。土地を買ったんだよね。土地の引き渡しです。じゃあ、まず聞きたいんですが、この引き渡しの矢印を、こっちからにしよう。飼い主から見たらこれはどういうもの これ、飼い主から見れば権利ですね。飼い主は、売り主に、引き渡し債権を持つ。意味は飼い主は、売り主に、土地を渡せ。土地の引き渡しを請求できる。買ったんだからそうですよね。買ったんだから渡せっていうのは当たり前ですよね。じゃあ、 刺さってる側から見れたら刺さってる側から見れば、これは義務です。具体的に言うと、売り主は買い主に引き渡し債務を負う。売り主は買い主に引き渡し債務を負う。という意味は、売ったら、 土地を引き渡しに応じ、土地の引き渡し、応じる義務がある。引き土地の引き渡しに応じる義務があると。売った売り主は引き渡しに応じる義務があると。何度も言うですが、当たり前のことですからね。そしてもう一つね。これは、くどいけど、民法という法律でやってるんです。もしこれ、いつまで経っても渡さなければ、いつまで経っても渡さなければ、き長崎がいいからね。渡さなければ、 オツが裁判所に訴える。訴えて、買ったんだけど渡してくれないんですよと。で、調べてもらって、おい、こうさん、う渡してあげなさいよ。とといった判決が出る。で、それでもまた渡してくれなければ、オツさんは手続きを取って、裁判所から、裁判所はこの地をね、ぶん、ぶん、え、に、握って、オツに渡してくれると。強制的に渡してくれるってことまで保証されてるんです。 法律ですから、従わなければ、強制力が保障しています。ありがとうございます。では、これぐらいにいたしまして、じゃあね、もう一個の話に行きましょう。もう一個が、所有権移転という字になってます。 所有権っていうのは自分のものと言える権利と言いました。じゃあね、ちょっと下の図を確認しながら行きましょうか。常識論でいきますよ。売り主、買い主がいたんですね。はじめ、俺のものと主張できるのはどっちどう見ても、売り主ね。買ったらどうなるか。それが、 買い主の方に移るんですちょっとこれ図の方付け加えてね。よいしょ。ちょっとこれね、本当はこっちの方がいいんだよな。売ってる方が土地に所有権っていうのを持ってます。買うことによって、この権利が、オツの方に移るんです。権利が移るんです。 で、この権利が移ることを所有権の移転と言います。権利が移ることを所有権移転と言います。法律の世界は漢字が大好きです。ひらがなあんまり入れません。今回入ってますけどね。所有権移るでもいいんだけど、かっこよくするために所有権移転っていうことが普通です。だから今までは、 売り主が俺のものだと言えたのが、買い主が俺のものだと言えるようになると。まあ、これもごくごく当たり前のことを言ってるだけです。ただね、ちょっと誤解回招くので、すいません。なんかうまくこの、こっちの矢印をちょっと消しちゃって、なんかここに矢印に入れてもらっていいこの下の矢印を消してもらって、ちょっとこっちに矢印入れてもらっていいこっちの方が正確なんですよ。 とこでもう一回ね、えっともとこれは俺のだと言えたのがコウさん売り主さんのもんねでもこれ買うことによって飼い主さんの方にピッと移ってくるこれが所有権移転という状況なんですほう。だからどうしたとちょっと聞きたいんですけどあのこれね私の6本ね ここに、こう、所有権って矢印が見えるでしょうかあの、見えているとしたら、初回から疲れてますよ。相当疲れてますからね。これ、所有権っていうのは、これこっちが作ってる、まあ、嘘みたいなもんなんですよ。目に見えない空想上の権利なんです。で、ちょっと聞いていいこれ、土地の持って、土地ね。売り、あの、買います。売ります。権利だね、権利と思って、ね。 あ、ほっとした土地,土地買いますじゃあ、売りますって言った瞬間に、矢印が発生、所有権飛んでくる、ちょっと聞くよ。自動的に、うお、すげえ土地が来た土地が来たうお、怖えってなるんですかいや、その発想が恐ろしいよね。買った時に映ってくるのは、俺のものと主張できる権利なんです。ちょっともう一回ワーワー言いまして。 権利がこっちね。権利がこっちね。人、えっ、ー、と、土地がこっちなのね。土地もこっちなのね。買ったらげ、買った瞬間に、ピッて映ってくるのは、権利の方が映るのね。権利の方が映るのね。土地がピッと映ってきたら、それ怖いよ。だから、権利が映ってくるでしょ。土地はこっちが持ってるよね。 だから、何かの権利を使うの。伝わるかな権利はこっちに移ってくる。でも土地はこっちが持ったまま、ずっと持ってたら何をすればのそう。ずっと持ってたら、この権利を使うのね。引き渡し債権を使って、派用物よこせ。派用物よこせと請求するのね。なんで、ちょっとくどくてごめんなさい。 あくまでも映ってくるのは目に見えない権利。目に見えない権利が映るだけ。土地が自動的に映るわけじゃないってことね。土地が自動的に映るわけではないと。権利が映るだけであって、土地が移動するわけじゃないってことね。どうもこのブレイクスの図を見ると、なんか買った瞬間に土地の移動が起きてると。 土地の移動が起きているというね、なんか恐ろしい図になってるんですよ。っていうね、これからまあ次回、次回ぐらいからまた言うんだけどね、これからね、結構勉強していくのが、権利が移ったのか、物が移ったのかと。権利が移ってきたのか、それとも物理的な物が移ったのかと。この認識をね、ごっちゃごっちゃにしがちなんですよ。 権利が移ったのか、物が移ったのかと、ここをごっちゃごっちゃにしないようにしてください。 じゃあ、それぐらいにしましょうかね。で、こちら、図表が2つありました。下の図表の方、こちらを常識にしてください。下の図表の方。売買契約の成立と、売買契約の効果という下の図表の方、これはぜひ常識にしてください。具体的には、ばーっと見る。隠して宣言する。ざーっと見て、隠して宣言する。これができるようにしてください。ちょっと今、待って、やってみて同じことね。 どうだったで、しょうかねなんで、えーこえー、今日の、えー、講義としては、一旦ここで終わりといたしたいと思います。でここからなんですけど、これからの復習、もろもについて説明をしたいと思います。じゃあ、まずは復習についてです。こちらの方ちょっとまず画面の方に出しておきます。えっと、講義については予習は絶対にしないでください。絶対に、や,あのやんない方がいいじゃなくて、やらないでください。 下手に予習ということをして変なイメージがついちゃうと実は飲み込みが悪くなるんです次回このページまで行くかなとかねそんなことを予測して下手に読むことは絶対にやめてください変なイメージがつかれると説明がしづらくなりますなので絶対に予習はしないでください今画面出したのは復習の方法ですどこでも結構ですよ冒頭の何ページだっけえっ、ー、と一番上の方に端書きとかの余白がありますしその辺りもどこいいですどこでも結構です はい。じゃあ説明行きましょうか。ええー、と、まずは今日進んだところまで通読をするってこと。で、私がね、今日は15ページ以降ね。15ページ以降にしてください。15ページ以降。本体は15ページですから。で、15ページ以降で、私読んでるところと読んないところはあると思うんですけど、もうそれ構わずに、もう進んだページはね、もう読んであの、あ、読まないでってところがあったと思いますけどね。そこはやらないでね。え、それ以外で、例えばどうしようか。うんと。 15ページなんて、あの、15ページ下の方に文章があったんだけど、読んで、私む、読んでないと思うんですけどね。攻撃は触れてないんですけど、こういったね、触れた触れない関係なくね、15ページから15の文章をよ、15頭から見ていって、文章を読んでいって、次のページの方に行って、あ、図があるぞと。あ、常識のマーカーついてるなってなったら、ざーっと見てから隠して宣言する。で、それができたら私下の文章行って、あ、ここまでやったよなと。で、17ページ行くと、あ、こうやんなくて言ったよなと。で、18ページの方に行くと、 あ、これ、2番だけだよなって言って、ずっと読んでいって、で、これが今度、いって、十何ページだっけ十二29までいっちゃって、29からなんか文章バーッと見ていって、30も文章バーッと見ていって、図表があって、あ、あ図表あって、あの、安マークついるから、ちょっと隠して宣言しようかと。で、隠して宣言して、また下の方を見て、あ、関数字3ここまでだなと。って感じで、やっていってください。で、それなんですが、どれぐらいやるべきかっていうと、これは今日と明日。 だけやってください。で、しかも、今日は時間が、えっと、ほとんど、あの、時間としてはそんなに多く取らないでください。今日に関しては2時間。いないです。いない。やればやるほどいいというわけじゃありません。むしろ、復習をどんだけ短く終わりにするか、実は一番そこに重視を持ってってほしいんです。これから午前午後、3時間、3時間講義になります。1回の復習にね、 6時間7時間なんてか,かけたら終わんなくなっちゃうんですよ。今のうちから短く終わりにする。短い時間で終わりにするっていうね、癖をつけてほしいんです。逆にもう、もうタイムウォッチをね、使ってほしいぐらい。もう2時間ぐらいだったらピーって打ち切られるぐらい、歌い。そうすると、2時間しかできないっなれば、なんかこういうなんか色塗りとかしたいなと思ってもなんか無駄なな、時間もったいないからやめようとか。いうふうになると思うんです。 2時間以内で収めることを強く意識してください。今日はね。で、次回以降は3時間以内で収めると。で、繰り返しますが、多くやればいいじゃないからね。短くやって、集中してやるってこと。集中して復習する癖をつける。もっと言えば、長く復習する癖をつけない。いるんですよ。これ、私も初め言わなかったらね、1回の講義はね、3時間なのように、なんか、復習を10時12時間使って、使ってると。で、なんか、まとめノートを作るんです。 まとめノートって言ってね、このブレイクスの文章を一語一句高ず書くんですよ。写経みたいなもんです。それ一体何の訓練になるんだろうと。本当に役に立たない勉強が多いんですよ。で、ちょっと同じことになるんですが、あのね、やってほしくない勉強で最いるものっていうのは、ノート作りです。ノート作りは、もうね、絶対なんでください。直前期になれば、まとめノートっていうのは聞くんです。でも残念ながら今の皆さんには、まとめるものもないもありません。 まだまだまとめられる状況じゃないんですよ。絶対ノートは作んないこと。また、書きながら勉強するのもやめてください。書くってね、結構時間取られるんです。で、どうしてもね、あの、書いた方が頭に残るから書きたいんだと。って言った場合は、喋ってください。喋った場合は書くと同じだけ、効能があります。 で、しかも書くと比べたらポーンと喋るだけだから、すごく早くできるんですよ。書くのは絶対やめてください。ノートはダメだし、書きながら勉強も絶対やめてください。全体構造の間は1週間に1回で、しかも復習が今日と次の日の2回で、しかも3時間ぐらいで終わりにでいいと。ってなると、やっぱり結構いろんなことを、時間が取れると思うんですね。なので、この全体構造の間で、 動機づけをちゃんと持ってほしいんですあの誤解を恐れず言いますこれが変な方向に行ったら私,私が謝りますあの歴史の試験地理の試験でもいいですけど歴史の試験って絶対合格できるんですよあの数学は別ね数学は別だけどあれって当日ひらめかなと終わりなんですよ でも歴史って、やればやるほど知識はつくから、絶対いつか合格レベルに行くんです。残念ながら、この試験は歴史型の試験です。ってことは、やればやるほど絶対合格に近づくんですよ。ただね、じゃあなんで合否が分かれちゃうかっていうとね、もう恐れず言えば、飽きるんです。作業に。やってる作業は飽きるんですよ。 じゃあなんで飽きちゃうかって言ったらね、もうね、これはもともとの性格もあると思うんだけど、やっぱり大きいのは、なんで初心になりたいかなんです。ここにやっぱりかかっちゃうんですよ。単に資格を取りたいからって気持ちで始める人っていうのは、申し訳ないけどやめやすいです。もっと明確な意識を持っている人っていうのは、やっぱり受かりやすいなって思うんです。で、この動機づけは、 できればね、何か形に残してほしいの。文章でもいいし、音声でもいいし、動画でもいいし。で、それはね、あの、かっこいい言葉を使わないで。もう自分のリアルな言葉を使ってほしいの。司法書士になって、受かって、3年間どっかで修行して、4年後にここに事務所を建てる。で、5年後には、ここのところで、えっ、ー、と、事務員を何人か雇る。で、6年後には全国展開を始める。 とかもあるだろうし。合格してすぐ独立をする。すぐ独立をしてこういうことをする。で、その、え、で、3年後には、3年後には、ちょっと事務所を大きくしたり、共同パートナーを作ったりする。もっと変な形って,ってもいいんですよ。試験に受かる。年収いくらにする。こんなもんでもいいんです。本当にリアルに自分がね、なんで初心になろうと思ったかと。この動機づけっていうのが、 やっぱ最後に聞きますぜひこの1週間でその動機づけっていうのを頭で思うだけじゃなくて形に残してください頭に残しておくってだんだんね薄れるんです形に残しておくと後で見てた時に「ああじゃあ頑張るよ」とっていうふうになれ,なれるんですぜひやってみてください 見るだけで結構です、えー。最後になりますが、質問制度について説明したいと思います、えー。質問制度についてですが、まず講義後、普通に終わった後、あとあの、生クラスの方は私にぜひ声をかけてください。で、えー、同時配信クラス、またズームでお聞きの方、えー、っと、講義終了後、30分になってますが、大抵最近20分でいけるますんで、すみません。20分後から、えー、っと、お電話の方を待っております。 本校で受けられている方、本校で受けられている方は、本校の社員の方に、渋谷駅前本校の根元に質問がしたいから、電話をつなげてくれ、と言ってください。で、また、ご自宅で、ズームで受けられている方、その方も、講義終了後20分後のところで、渋谷駅前本校に電話をしてください。あ、あの、義務じゃないからね、義務じゃなくて、質問があったら質問か、質問があったら電話をしてください。で、あの、ぜひその時もね、あの、高校、基本的なことですが、とかね、そういうね、もう本当に高度なことだけじゃありません。 もうぶっちゃけ言うと、すいません、ここ聞き漏らしました。教えてください。で、いいです。やっぱり、同時配信、ズーム、生講義。やっぱりどうしても聞き漏らしちゃう、書き漏らしちゃうことはどうしたっておきます。で、その時に私絶対言いません。なんで聞いてなかったんだとか、いうことは絶対言いません。聞き漏らしたんで、ここすいません、もう一回説明してもらえますかここなんて言ったんですかここからどこのページ飛んだんですかそういうレベルで全然構いません。 で、それを悪いんですけどと思う人は全くありません。悪いのはこっちです。皆さんの間に合わなかったら私が悪いんですから。なんで、ぜひそんなレベルで構いませんので、これは、あの、何かありましたら、ぜひ、あの、その場で聞いてください。生声の方はすぐこうやって聞けると思うんですが、特に同時配信、ズームの方でも同じような感覚を持ってほしいので、遠慮なく聞いてください。ただ、申し訳ないんですが、この電話での相談についえっと、質問については、通信クラスの方には適用がありません。 この適用については、生クラス。生クラスに準じた、ズームでリアルで聞いてる方。あと、同時配信でリアルで聞いてる方。リアルで聞いてる方が、聞き漏らしたりとか、疑問に思ったところで、ね、回収するため、あの、復旧するための質問制度です。え通信の方だと、まあ、その、ちょっと聞き漏らしたって言ったら、少し、ま、戻して聞けちきいますんで、申し訳ないんですけど、通信の方、どう電話されてもちょっとお答えできませんので、ご勘弁ください。また、丸二番。講義前。ちょっと10分。 20分前には教室に1回入ります。なのでもし前の回で何かあれば、講義前でまず弾いていただいても全然構いません。また、丸三、インターネットフォローというのがついております。これは生クラス、通信クラス、全クラス共通です。えー、直接質問するのはなかなか恥ずかしい。聞いたら食われるかもしれない。とか、えー、なかなか聞きづらい点がある場合は、ぜひこちらのインターネットフォロー。ある意味メールみたいなものです。掲示板ではなくメールみたいな感じです。 で、そこで私の方にダイレクトに質問が飛ばせるようになってます。ダイレクトに私の方に来ます。で、私はもう1日10回近くその掲示板を確認します。来てないか来てないかと。で、確認をして、で、早ければ当日、遅くても次の日までには回答しています。生クラスの方はもちろん通信の方でも、この1番の、1番2番は通詞の方はできないんですが、3番をぜひ活用してください。で、もしこのインターネットフォロー、教えて中途の使い方、 このあたりがよくわからないという方は、ぜひ後で構いません。本校のスタッフの方に、これどうやって使うんだということを聞いてください。はい。といったところで、今日はここまでということにいたします。といったことで、全講義の方、これからやっていきます。一年間、本当によろしくお願いします。以上で、全、えー、っと、全、新全日戦岡講座、第1回目終了です。 では、あと184回よろしくお願いします。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。